いやー、ちょっと時間遅くなってしまった。間違えたというか、ついうっかり。ああ、ちょっと遅れてしまった。あ、ちょっと待ってね。あれ忘れてた。すいません。レッスンの忘れてた。ちょっとだけ待ってね。完全にマイク準備するの忘れてた。少しだけ8時回ってしまいました。ちょっとね、このタイミングで。このタイミングでなんと、ちょっと荷物が届いてしまって。ちょうど8時になったら荷物届いちゃって。よいしょ。すいません、大変失礼しました。遅れちゃいました。あ、早速コメントありがとうございます。こんばんは、はじめまして、ひとつで言います。あ、よろしくお願いします。まおりと申します。まおりと申します。よろしくお願いします。けけさん、こんばんは。よろしくお願いします。だいぶ久々のライブ配信ということでね、すいません、バタッとしちゃって。ちょっとね、今日というか、ちょっとね、説明が難しいんですけど、ちょっとギリギリに起きちゃって、7時半に起きちゃって、そこからメイクしたりとか、ちょっと準備してた。かなりバタついちゃっても。すいません。現在7人の方視聴いただいてますね。ありがとうございます。すいません。ちょっと帝国で遅れてしまったんですけれども。ケイスケさん、ツイッターもフォローさせていただいてます。ありがとうございます。すいません。最近ね、YouTube の動画を全然投稿できなくて申し訳ないです。ちょっと近況も、報告させていただきますと、かなりね、バタバタさせていただいてまして、ちょっとごめんなさい、水だけ。ちょっとバタバタさせていただいてまして、まあ、いろいろとお話しすることは多々あるんですけれども、まずは皆さん、今日は、まりさんのバースデーライブということで、今日私、誕生日を迎えましてね、ちょっと区切りというか、皆さんに祝っていただこうかなと思ってライブ配信させていただきました。多分長くなると思うんで、皆さんも、お食事とか、飲み物とか、ご準備していただいて、一緒に、ライブ配信を盛り上げていただけたらなと思います。で、私は今日はですね、もう、誕生日ということで、私はもう成人迎えてますから、ちょっと、大好きなビールを飲みながら、ライブ配信していこうかなと思います。今日は、ベルギービール、リーフマウスっていう、フルスビール用意させていただきました。これめちゃめちゃ大好きなんですよ。340円ぐらいで買えるビールなんですけど、ドイツでは結構人気のフルスビールでして、アルコール度数も低いんで、ビールが苦手だっていう方も皆さん飲んでいただけるんじゃないかなと思います。ビール感は結構抑えめなんで、女性とか大好きなんじゃないかなと思います。ビールには珍しく、オンザロック、氷で、飲むのが一番美味しいと言われているビールなので、まあ、私はオンザロックせずにそのまま飲もうかなと思います。あ、コメントいっぱい来てますね。ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん誕生日ありがとうございます。祝っていただきまして本当に最近ちょっとね、人と関わる機会が少なくてね、こうやってコメントしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。こんな感じ、ちょっとベリー色っていうか、赤いビールになってます。香りもな、ベリーの香りがして、すごく美味しいんですよ。ごめんなさい、乾杯言うの忘れてたね。乾杯でよろしくお願いします。はい、たくさんコメントいただいております。あずめぐさん、誕生日おめでとうございます。イカポポさん、姉子まおりさん、こんばんは。姉子で、よろしくお願いします。ありがとうございます。ゆうゆうさん、エイドリアン星から見てます。日本人じゃない人じゃないですよ。エイドリアン星からだったら。ゆかぼさん、誕生日ありがとうございます。ありがとうございます。ベリービール、美味しそう。本当に美味しいんで、これぜひ皆さんも、
探して飲んでいただけたらなと思います。私もね、これ本当に大好きすぎて箱で買おうかなと思ったんですけど、あの箱で買えるんですけど、バラ売りっていうのがあんまりなくって、アマゾンとか楽天でもあんまりないんで、多分百貨店とかのビール売り場だったらすごく多く扱ってるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんリーフマンスを覚えていってください。で、ちょっと近況報告って言います。まあ、1ヶ月ぐらい動画休んでるわけなんですけれども、まあ、単純に、めちゃくちゃ忙しくさせていただいてました。バリスタのお仕事、なんか、アンテナみたいな立ってる。バリスタのお仕事がめちゃめちゃ忙しくなってしまって、社員かよっていうぐらいめっちゃシフト入れられてめっちゃ忙しかったんですよ。なので、動画制作に時間を割くことがなかなか難しくてですね。忙しくしておりました。今日も、この2日間、昨日、一昨日と、東京行ってきて、東京のお仕事してきたんですけど、ちょっとね、東京も行ったりだとか、すごく、バタバタしてたので、今朝帰ってきたんですよ。今朝7時ぐらいに東京から帰ってきて、めっちゃ忙しく、バタバタしてきたので、ちょっと動画の方がね、なかなかお作りすることができなかったので、すいません。多分これからね、じわじわ落ち着いてくると思うんですけど、ちょっとゴールデンウィークがあるんで、ゴールデンウィークも、フルで出勤ということでね、超忙しくなってくると思うんですが、Mac も復活したので、これからぼちぼち動画を作っていこうかなと思います。無理のない程度に、動画を作っていこうかなと思います。マオリさん痩せました？痩せてないですよ。最近食ってばっかりなので、多分太ったと思います。もしかしたらちょっと寝不足で、そういう風に見られてるかもしれないですね。はい。で、先日、けれども、ちょっと、やっと時間が軽くできたんで、弓を引いてきて、で、それもね、すごく楽しかったので、動画、弓引いてる動画もぼちぼち撮っていきたいなと思っていたんですよ。ただ、明日ね、本当は明日撮影に行く予定だったんですけれども、ちょっと急遽、多分無理なんじゃないかなと思って、そのね、弓道場を貸してもらえる、いつも貸してもらってるところが、なんかダメっぽいんですよね。なんかコロナの濃厚接触者が出たとかなんたらかんたらで。だからちょっとね、それもね、大阪じゃなくって、三重県なんで、県をまたいちゃうから、いけないだろうなと思いながら、辛いです。辛いです。大阪でね、軽く、なんか、気持ちよく、普通に撮影とか、することができたらね、一番いいんですけど、大阪だったらめっちゃ時間じゃなくって、お金がかかっちゃうし、貸し切りになっちゃって、さすがに厳しいな、ということで。はい、林さん、マジか、マジなんです。本当にね、都市部で撮影しようと思ったら、めちゃめちゃ制約が付きまとうので、かなりね、難しいんですよね。はい。と、まあ、私の近況報告というか、は、この辺にして、皆さんもね、質問とかあれば、バンバン、コメントで教えていただけたらなと思います。誕生日ということでね、スパチャとか全然送ってもらってもいいので、はい、していただけたらなと思います。まあ、キュートトークって言ってもね、前回動画何あげたっけ？何あげたっけな？手の内、シネマティック Vlog か。まあ、あれはちょっといいとして、手の内のハウツー系が最後かな。2136件、6回再生数いただけまして、106もいいねいただいてたの。ありがとうございます。ちょっと最近もアナリティクスも全然見てなかったんで。あれですけれども、結構最後の動画はポンポンポンと再生回数1000回超えてて、ありがたいですね。ありがとうございます。林さん、周りさんの業者好きですよ。ありがとうございます。私の業者、どうでしょうかね。ゆいゆいさん、何歳になりましたか？とりあえず永遠の22歳ということでよろしくお願いします。ツイッター見てもらったら多分年齢バレるので、ツイッター見てください。私のプロフィール欄に、はい、生年月日書いてあるので、28歳です。28になりました。
というわけでね、28歳ですよ、もう。気がつけば。まだね、気持ちは20代前半なんですけれど、気がつけば28歳になってしまいました。ねえ、多分22か。22歳から、全然練習とかも少ない時期になったなと思いますね。多分、月に多くても1回、2回ぐらいの練習っていうのがずっと続いてます。ブランクがめっちゃ空いたわけではないんですけど、なんかコンスタントに弓は引いているんですが、3ヶ月ぐらい、違うな、半年か。半年が最長ブランクかなと思いますね。林さん、旧暦は何年になりますか？私は高校1年生から弓道を始めたので、16からやってますから、もう12年になっちゃうのか。長っ。うわ、そう思うと、12年になるの？ 16 歳からだったら。そんななるか。今、時の流れに戦慄してます。そっか、12年も弓道やってたのか。うわー。年齢感じるなでもまあその弓道やってない期間もあったので、まあブランクってほどじゃないですけれど。林さん、私の倍だ。あ、そうなんですね。じゃあ、6年か。全然もうこれからもっと弓道が楽しくなる、時期だと思うので、これからの活躍を祈っております。6年っていうことは、高校から大学からどっちだろう。12年で極めてますね。極めてないですよ。全然。入り口にぐらいじゃないですか。弓道の真髄からしたら。極めたつもりはないですけど。なんだろう。弓道とどこまで行ったら極めてるって言えるのかな。難しいですね。なんだろう。私も第4弾で止まってるし。林さん、私は50歳から始める。あ、そうなんですね。50から。全然、50から初めて、今年で6年。なるほど。でも私の知り合いも結構、年いってから、まあ、年いってからで言ったらすごい言葉に語弊があるかもしれないですけど、年齢いってから弓道始める人も結構多くて、で、その方でも、なんだろう、どんどん続けていって、的中も私と勝負したりとかしたっていう方も結構いたので、やっぱり弓道は年齢じゃないなと思いますね。やっぱ幅広い人が、年齢層の人、男女関係なく老若男女にも関わらず、弓道って楽しめる競技だと思うので、このまま皆さん続けていってくれたらいいなと思います。やっぱりね、弓道って離脱率が結構高いので、それをね、改善できたら一番嬉しいなと思います。私もしぶとく弓道を続けているので、うん、そうだね。しぶとく弓道やってますね。林さん。今年の7月に5段を受けるか悩んでます。受けるか悩んでますか？それとも、受けるが尺的に悩んでるっていうことなんですかね？どっちなんでしょう？ 5 段か。でも5段だったら、あれでしたっけ？中央審査じゃなくて、地方審査。ね。地方でやりますよね。審査。うわぁ、5段か。懐かしい響き。5段受けたいんですけどね。まずは、弓道連盟に復帰するところから話を始めないといけないので、まあまあ、ちょっとしばらく無理ですけれども。私はね、しばらく無理ですけれども。連合審査。そうですね。連合審査がありますね、次は。今、連合審査ってどうなってるんでしたっけ？定めの座取ってましたっけ？取ってないんでしたっけ？どっちだっけ？普通に、肌脱ぎ、たすきがけ、で、退場でしたっけ？最近のちょっと審査わかんないんですよね。審査基準、昔と変わってるんで。どっちだろう？あ、視聴者数がね、10人になりました。ありがとうございます。皆さん、弓道についての動画やコメント、たくさんしていただけて、この YouTube ライブを盛り上げていただけたらなと思います。連合審査。そうだね。昔は、地方で審査のやり方っていうのが全然統一されてなかったんで、その、三重県だったらここまでやるけど、他の県だったらここまでしかやらないみたいなのが結構あったんで、今どうなんでしょうね。教えてください、知ってる方いったら。
4段か、4段になってもう8年 ?8 年 ?7 年とかなるかな多分、肌脱ぎ、たすき掛けだと思う。あ、やっぱりそうなんですね。やっぱり統一されつつあるんですね。審査の基準、基準というか、やり方っていうのが、それが一般的かな。でもやっぱり、ね、どうなんだろう。5段の次はもう練習だもんね。そうだね。でも早めにあの定めの座とかの、なんて言ったらいいのかな。練習はしておいた方が、個人的にはいいんじゃないかなと思います。やっぱり上へって目指すのであれば、5段を目指して練習するよりかは、その上の練習っていうのを、身につけていった方が、連動的には強くなると思うし、だから4段、私が4段を受けた時は、その当時の三重県って、定めの座を取って、肌脱ぎ、肌入れ、まあ男子だったら肌脱ぎ、肌入れして、で、最後また定めの座を取って、っていう感じで、練習二次審査と同じ内容で4段審査やってたんですよ。当時の三重県は。です。だから、もう4段の時点で5段は確実っていう状況にして、地方審査に送り出すっていうことをやってた時期がありました。今はわかんないですけど。今はわかんないですけどね。どうなんだろう。三重県今どこまでやってるんだろうね。多分肌脱ぎ肌入れぐらいだったと思いますけれども。ちょっとね、BGM でも流しながら。やっていこうかなと思います。ゆうゆうさん、5段は肌脱ぎ退場です。あ、そうなんですね。北の魔女さん。おー、なんか、あれですね。すごい名前。ハッピーバースデー、ありがとうございます。すごい顔文字送ってくれてありがとうございます。そうです。28になりました。9段やりたい。普通に安心して心の余裕を持って弓道できる環境がいかに恵まれてるかっていうのを、身に染みて思っております。弓道系 YouTuber で食っていけたら一番いいんですけどね。いやいやさ、九州の方は4段でももちもちです。あ、そうなんですね。あ、じゃあ、やっぱり未だに審査の基準っていうかやり方って統一はされてないんですね。岐阜とかものすごい、なんていうのかな。基準が強い、高い、みたいな話は聞いたことありますね。昔、本当に10年ぐらい前、10年じゃないな。8年ぐらい前は、三重と岐阜が、その47都道府県の中では、一番高いレベルにあるって、四段審査は一番高いレベルにあるって聞いたことがあります。そうね、皆さん、どこで引かれてるんでしょう。多分いろんな方がいらっしゃると思いますが、私はね、基本的には三重と大阪ぐらいしかあんま知らないので、でもちょっとね、関東方面の弓道も興味があるので、関東方面の事情とか教えてもらえたらとっても嬉しいです。多分ね、関東とかでも弓を引く機会っていうのは増えてくるかなと思いますので、関東の弓道場、東京とかめっちゃ弓道場多いじゃないですか。まあ、いろんな弓道場をね、そこで引かせてもらって、雰囲気っていうのを楽しめたらなと思います。大阪はね、大体引いたので、万博大阪城。大阪城はしょっちゅう行きましたけど。この名前までは4段から肌抜き、たすき掛けをしてます。あ、富山県です。あ、富山県そうなんですね。でもやっぱり4段から肌抜き、たすき掛けっていうのがデフォルトになってくるのか。やっぱそうですよね。うわ、たすき掛け練習しないとな。たすき掛けやりたいな。着物持ってないから着物買うところからやな。着物は欲しいな。でも、弓具とかもね、結構、これから。まあ、弓はあるからいいとして、掛けとか、ちょっと買い替えたいなと思っているので、まあ、全然お金足んないですけど、ちょっと買い替えたいなと思っているので、そのあたりもね、弓具揃えていこうかなと思いますけれども、皆さんなんか質問とかありましたら、どんどんコメントしていってください。近々、次の動画は何にしようかな。推しに関しての動画を
作ろうかなと思ってます。上押しとか、中押しとか、そういった感じのね、動画を作ろうかなと思っています。撮影自体は終わってるんで、あとも編集するだけなんで、編集頑張ろうかなと思います。北野まずさん、埼玉も4段シーズン、花脱ぎと助けです。あ、そうなんですね。そうなんですね。埼玉か。埼玉だったら、昔小宮先生とかいらっしゃったところですね。小宮先生も亡くなりになられちゃいましたけど。林さん、島バカマや着物を買いました。あ、いいじゃないですか。島バカマいいっすよね。かっこいい。私も島バカマ持ってますよ。もう4段取ってるんで、あれですけれど。着物はね、門は入れなかったですね。その当時めんどくさいなと思ってたんで。私も島バカマと、着物と、まあ、いい着物じゃないですけど、普通に河川の着物と、あと、筒袖も買っておいてあります。未だに持ってるな。もう着ないからね。男性の着物もう着ないから手放そうかなと思ってるんですけど。そうですね。4段から着物必須になりますから。いいですね。島バカもかっこいいですよね。ちゃんと着付けがね、できてないとかっこよく映んないですから。着付けもね、しっかりと綺麗にやりたいですね。あと、そうですね。本当は弓を引く動画を一番撮影したいんですけれども、本当にね、撮影できる場所がない。それが辛い。本当に。だから、最近は母校の弓道場にわざわざ行って、そこで、部活の邪魔にならない時間帯を使って撮影させてもらったりとか、よくしているわけなんですけれども。その代わりね、お金払ってない分、後輩に指導したりとか、相談乗ったりとか、そういったところで、リカバリーしているので、あと高校、後輩たちが、春季選抜優勝して、春季優勝したら次は、東海総体かな？東海総体に行くっていう話を聞いたので、我が母校も応援していこうかなと思っています。あ、そうか、春季の時期になってくるし、あとそろそろ、あれか、高校総体も始まるのか、もう始まってるのか、まだか、どっちなんでしょう、高校総体。懐かしい。高校総体はね、いい思い出がないので、話すことも少ないんですけど、さん、あれ、宇宙人見たく立ってるよ。どういうことですか？宇宙人です。宇宙人はもうちょっと置いといてください。人間として話をしていただけたらなと思います。県の高校総体ね。あんまり、そうですね。本当に、思い出がない。台風だったっていうぐらいしか記憶がないですね。あと、ボロ負けしたっていう記憶しか。県の高校総体はね、多分高校2年生ぐらいが一番輝いてたんじゃないでしょうか。しかもその時レギュラーじゃなかったし、うち2番手だったし、途中で当たらない人と交代して、入って、3中3中、8社6中で、ギリギリ、その、福森というか、マールさんの6中の上積みで、団体4位に滑り込んだっていう、のが最高の戦績なんじゃないかなと思います。私は県の高校総体よりも国体関連のお話の方が、まあ言ってないですけど、そっちの方が面白いんじゃないかなと思ってるんですけど。国体の方が、やっぱり、触れる機会は多かったので、そっちの方が印象には残ってますね。国体とか、審査もいっぱい受けましたね。高校行ってた時は。どれぐらい受けたか。審査は多分7回、在学中に7回受けました。ゆうゆうさん、インターハイで開中したけど予選通らず。そうなんですか。インターハイで開中して予選通らない。ハイレベル。めっちゃハイレベルだったんじゃないかなと思います。私はね、インターハイは行ってないですけど、
あの、兄貴も弓道やってて、兄貴の国体の応援には行きましたよ。弓道やってない時に。7つ上なんで、あの、千葉のきらめき国体っていうのが、あれ、いつだっけ？千葉きらめき国体。千葉きらめき国体。平成17年。平成17年っていつだ？でも2006年とか覚えてないですけど。それに、行ったことはあります。どこだっけ？木更津でやったと思うんですけれど。第56回。違う。平成22年っていつだ？平成22年。すごいな。国体ね。なんか三重の国体選考会も、うちの後輩とか、なんかコロナの濃厚接触で受けれないっていうのがあって、いや、ちょっとそれはかわいそうだなーって。めっちゃ思ってますね。せめてね、別の機会とかにね、やってくれたら一番いいと思うんですけど、林さん、離れの時に真ん中で話せ、割る離れができない。ということでしょうか。これはね、難しいですね。ニュアンスが。じゃあ何をもってしてこう真ん中から離れが出るって言えるのかっていう基準もよくわかんないし、難しいね、それ。なんて言ったらいいんだろう。確かにこっちで離れを出すんじゃなくて、こう胸から割るように離れが出たら一番いいんでしょうけど、自分はわかってるつもりでもこれを相手に伝えるってなったら、難しいな。だから先日、まあ、ツイートしたんですよ。何のツイートしたかっていうと、引き分け、まあ、会での、会に至るときに、どこまで引いたらいいのかっていう話をね、軽くしたんですよね。その時、私の答えとしては、このつる枕、掛けのつる枕を、肩の関節あるじゃないですか、肩関節。のところに持ってくる程度で十分じゃないかっていうツイートをしたんですね。でもその時にもあんまり深く触れなかったんですけれど、この肩関節のところで引き分けを取るとかなり引き足りない感覚に陥ると思うんですよね。本当はもっと引きたい、こう肩の関節よりも奥に引きたい。たぐらないまでもいかないけど、これよりは奥に引きたいっていう感覚に陥ると思うんですけれども、私としてはやっぱり、ここまで引いてしまうっていうのは、かなり引きすぎかなっていう結論に至ったんですよね。まあ、ちょっと詳しいところを割愛させていただくんですが、だいたいかかってしまう。離れが引っかかってしまう。多分それは、まあ、もう一つ言うと、肩関節よりも大きく引くと、このメテの形見てもらったらわかると思うんですけど、形変わるんですよね。ってなると、このつる枕の溝も向きが変わったりとか、角度が変わったりとかするわけじゃないですか。それが離れを悪くさせる原因になってしまうと思うんですよ。なので、いかにこの第3で取ったこの形っていうのを変えずに、回まで持ってこれるかっていうのが大事になってくると思うんですよね。そうなってくると、やっぱり肩関節の上につる枕を乗せる程度の引き量っていうのが一番ベストなんじゃないかなと思ったんですよ。ただここまで、この程度で逆に収めるっていうのは、気持ち的には気持ちよくないと思うんですよ。引きが小さいから、やっぱりもっと引きたい、もっと大きく引いた方がいい。離れが出る、いい離れが出る、いい飛びが出る、いい的中につながるんじゃないかっていう、気持ちがやっぱ強くなっちゃうんで、ここ程度で収めるって逆に不安が強くなると思うんですけど、しっかりと肩甲骨をこう、なんていうのかな、こういう動き、なんて言ったらいいんだろう、逆旋回させるイメージで引き分けしてくると、全然ここでね、収まるんですよね。
だからそれ以上必要ないっていう、うん、そうすると胸も勝手に開いてくるし、こういう動きで肩を使ってあげると勝手に胸って開くんですよね。その開く動きっていうのを呼吸と合わせると伸び合い詰め合いも勝手にできるし、息を吐いていくとギューって肩甲骨が締まって伸び合い詰め合いにつながって離れが出る。すると結果的にここからバカって開くような離れになるっていうのが私の結論なんですよね。そうすると、まあ、確かにそれが前回練習した時、本当に先週なんですけど、それを意識してやってみたらめっちゃ離れも出たし、その時1ヶ月ぶりの練習プラス2022年2回目の練習だったんですけど、普通に6、7割とか的中出たので、一番いい方法なんじゃないかなと思います。あえて引き量を小さくする、引き尺を小さくする。で、基準はこの肩関節の上に、つる枕を持ってくる、置く程度で十分っていうのが今の現状の私の答えかなと思います。そうすればここに持ってくるにはどうしたらいいかっていうので、肩甲骨をこう下の方に巻き込みながらこういう動きで引いてくると、引かないとここまで降りてこないと。すいません、ちょっとお酒入ってるんで説明が雑になってるかもしれません。林さん、あ、斬新で係り道になります。係り道ってどっちだっけ、前傾か、どっちだっけ、これ反る抜き道だっけ、反り返るのは係り道と前かな。前だったらもう確実に、重心の位置が悪いです多分ね。あの胴作りの重心の位置が悪い、多分後ろか、後ろというか的を、いての後ろからこう見ると、あのピサの斜塔みたいに前傾になって引いている可能性があるかなと思うので、しっかりと前傾から上半身、まあ、腰をしっかりと骨盤を立てる、垂直って言ったらいいのか、床面と水平になるようにしっかりと食って、骨盤を立てるっていう意識でいくと胴作りの方にはならないかなと思います。皆さん、的側に体が行きます。あ、突っ込んでるっていうことですか？突っ込んでるっていうことは、それも、まあ、基本的には胴作りと自分の体がどこに、向いているかっていうのが、把握できてない証拠なんじゃないかなと思います。まあ、私も突っ込み気味にはなるんですけどね。どっちかっていうと。的側に体が突っ込む。あ、こういう感じか。うん。それも多分骨盤がどういう状況にあるのかっていうのをもう少し、意識されたら変わるんじゃないかなと思います。そう、骨盤がね、何よりも弓道って大事なんですよ。丹田とか重心とかもいろいろ言ったりするんですけど、まあそれは結果的にであったりとか、説明するときに、いう言葉であって、一番イメージしやすいのは自分の骨盤をどう使うか、どういう位置にあるのか、どういう傾きにあるのかっていうのを理解するのが一番いいと思います。その上で、なんて言ったらいいのかな、骨盤が、まあ、しっかりと保たれてます、骨盤を横にして床面と平行に、取っていると仮定して、この骨盤を動かさないというか傾けさせないように上半身を使う、傾けさせないように下半身を使うっていう意識でいてると、斜も良くなるし体背も良くなるし、いいことしかないので、あの皆さんもぜひ骨盤の傾き、骨盤の、動かし方、骨盤の、保ち方っていうのを意識されたらまた変わるんじゃないかなと思います。いわゆる骨盤は植木鉢みたいな感じで植木鉢に、植えてある木っていうのをまっすぐ、育ってほしいと、この植木鉢が斜めに向いてたら木もまっすぐは向いてるけれど、でも不格好じゃないですか。こういう形になって、こんな感じになって、あの、あんまり見た目綺麗じゃないじゃないですか。
で、骨盤はまっすぐだけど、まあ、木もだいぶまっすぐにはなるけど、ここからね、どういう、生やし方をするか、上半身を生やし方をするかっていう考えたら、やっぱり植木鉢に対してまっすぐ伸びてくれてる方が、全体的なフォルムっていうのは綺麗に映ると思うので、骨盤をいかに、どうするかっていうのが、弓道においてものすごく大事なんじゃないかなと思います。コッコさん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとお酒いただいてます。現在20人賞いただいてます。ありがとうございます。徐々にね、人数が増えてきましたね。弓道に関することであったりとか、質問、コメントなどなど、いただけたら、それに全力でお答えしていこうかなと思います。お腹空いてきたな。7時半。に起きたばっかりだから、全然何も食べてない状態で寝起きから酒を飲んでるっていうクソみたいな生活になってるんですけれども、気にせず、今日は時間帯をね、気にせずどんどん、飽きるまでやっていくので、見ていただけたらなと思います。やっぱりね、弓道はね、骨盤が何より大事ですよ。骨盤ありきの弓道だと思っているので、骨盤と、あと呼吸。それさえあれば、それなりにうまくなれると思いますよ。私は。弓道は。それに気づける平衡感覚と空間認識の能力があるかどうかだと私は思うので、やっぱ弓道で一番試されるのはそこなんじゃないかなと思います。平衡感覚。もう一気に減った。11人まで減った。林さん、来月待望の竹弓を購入する予定です。あ、そうなんですか。初めての竹弓、いいじゃないですか。愛着がね、湧くと思いますよ。竹弓は。普通の磁気芯って言ったら失礼ですね。グラスカーボン弓と比較と、やっぱり手のかかるものなので、愛着っていうのは人一倍というか、かなり湧くんじゃないかなと思います。めっちゃ面白いですよ、竹弓は。本当に面白い。日々日々。形も変わるし。ゆいゆいさん、貝での呼吸はどうされてますか？動画見ましたけど。貝での呼吸は腹式呼吸で、鼻から息を抜いてます。って。そうすると、伸び合い、詰め合いっていうのが勝手にできるので、私は鼻から、腹式呼吸で息を抜く。っていうのが答えかなと思います。結構ね、口でされる方多いんですけど、口はあんまり良くないと私は思いますね。くうすけさん、ハッピーバースデー、ありがとうございます。ゆかぽぽさん、呼吸が難しいです。まわりさんの勢いを教えてください。呼吸か、難しいですね。確かに。呼吸まで意識いかない人が多いですよね。いかにその呼吸ありきの射にするかっていうのがもう難しいと思うんですよ。一番初めっていうか、その呼吸を意識し始めた頃って、射の上に呼吸を乗せるっていうイメージだと思うんですけど、それが全く実は逆で、呼吸ありきの射なんですよね。呼吸をした上で体がどう動くのかっていうのが、まずはマインドセットっていうのを変えてもらって、で、やっぱり、その日常生活の中でいかに呼吸をすることで動きが良くなるかっていうのが分かると、射でも取り入れやすくなると思うんですよ。だからもうこれね、弓道やってない人にも言うんですけど、歩くときに呼吸を意識して、普段の生活の中で腹式呼吸っていうのを身につけてもらう。腹式呼吸をしながらしっかりとした姿勢で歩くと、めちゃくちゃカロリー消費するし、めちゃくちゃ運動になるんですよね。なんかひろゆきみたいなこと言ってるんですけど、本当に腹式呼吸、腹筋に力を入れながら、軽く力を入れながら、歩く歩く、吸って吸って、吐いて吐いてっていう感じで歩いていくと、めちゃめちゃウエストも細くなるし、カロリーも消費するし、結構しんどいんですよ、走るよりかは。普通にダラダラ歩くよりかは、呼吸をしながら歩く。そうすると、あ、今こうやってカロリーって消費されるんだっていうのがわかると思うんで、まずはそこから始めてみてはいかがでしょうか。呼吸をする上で、呼吸をすることによって動きがどう変わるのかっていうのを、ゆかぽぽさんぜひ、体験してみてください。
林さん、カーボン入りを買うつもりです。あ、いいですね。カーボン入りの竹やみ。それがね、一番、手もかからず、やとびもいいので、釣れ根もいいしね。管理も楽なので、いいかなと思います。ココさん、貝に入る瞬間、縮む癖があるのですが、直し方ありますか？あ、これはね、まあ、いろいろあるんですよ。原因が。手首で引いてるとか。まあ、一番ざっくりとして雑な答えを言うと手首で引いてるってことになるんですけれど、そうではなくて、こう弓をいかに支えられてるかだと思うんですよね。弓に反発しながら、球力に対してそれを上回る力で引いているっていうことが結構多いと思うので、まずは弓の球力を支えながら引くっていう感覚が必要だと思うんですよ。壁にこう、ぶたれてもらって、本当はね、腕をまっすぐ伸ばして、これをグーって押さえつけて自分の水平を保つというよりかは、普通に自分の体重を預けるみたいなイメージで、引くことができれば、回で、縮むことっていうのはないと思います。あともう一つはやっぱり呼吸ですね。呼吸さえしていれば、回で縮むっていうことはないと思うので、まずは大前提として、球力は自分の体で支える。引くのではなく支えるっていうイメージを早く掴んでもらえたら一番いいんじゃないかなと思います。ちょっとね、ニュアンスは難しいんですけど、あくまで球力、弓っていうのは支えるっていう意識が一番大事かなと思うので、このライブを聞いている間も、壁に手をこうついて自分の体重を支えるっていうことと、弓で球力を支えるっていうことは一体どういうことなのかっていうのを感覚をね、養っていただけたらなと思います。あ、萌えちゃんありがとうございます。ハッピーバースデー。有言実行ですね。昨日会ってたんですよ、萌えちゃんと。東京のね、新宿で。夜中の11時ぐらいまで飲んでて。あ、ありがとうございます。あれ、スパチャじゃないけど。なんで？スパチャを送るって言ってたと思うんだけどな。くずけさん、スースーハクハク、あ、その歩くときのね、意識なんですけど、す、一歩二歩で、スースーで、一歩二歩で、ハクハクっていう感じで、リズムでやってみたら、結構ね、カロリーって消費されるので、腹式呼吸っていうのがすごく伝わりやすいんじゃないかなと思います。よたろさん、早けです。会で何を考えていますか？会では何も考えていません。息を吐くことしか考えていません。もう一つ言うと、球力、先ほどにもね、コッコさんのコメントにも返信したんですけど、弓を支えるっていうことを意識してますね。弓に勝とうとか、球力に、球力を、上回る力を使おうであったりとか、ここまで引こうであったりとか、そういったことは一切考えてないです。球力に対して、支えられる分しか力を使わない。で、その支えがちゃんと、離れ、残心までちゃんと残るように息を吐く。うん。っていうのを一番大事にしていますね。回で考えたって何もどうしようもないんですよね。その他技術的なことを考えたって。だってもう、そこから第三に戻るわけにもいかないし、引き分けをもう一度やり直すわけにもいかないし。だから、回に至るまでが大事だと思うんですよね。回ではひたすらもう呼吸っていうのが、呼吸しか、ほぼほぼ考えてないです。呼吸8割、支える2割、離れとかどうでもいいみたいな感じです。で、かぼぼさん、ありがとうございます。恐れります。はやさん、多分長野椅子、あ、長野椅子いいですね。長野椅子好きですよ。好きですけど、私は使いません。カーボン入り竹弓があんまりちょっと好きじゃなくって、反動が強いからしんどい。暴れちゃうっていうのがあって、私はカーボンなし竹弓が一番好きです。ただ、一針は欲しいなと思います。ココさん、なるほど。ありがとうございます。恐れ入ります。意識してやってみてください。はい。弓の力は、クースケさん、弓の力は支える、受ける。私は支えるっていう意識かな。受けるはなんか違うんだよな。受けるだったら、なんて言ったらいいんだろう。このニュアンスの違いをどうにか伝えたいけど、うまい言葉が出てこない。
受ける。受ける。うん。私を支えるなんですよね。この、ごめんなさい、ちょっと、うまい言葉が出てこなくてです。私は受けるというよりかは支えるなんですよね。受けるだったら、弓の反発を自分の体で吸収して終わりっていう意識なんですよね。支えるだったら、弓の反発を一旦自分に預けてそれを返すまでのステップがあるみたいな感じです。わざわざちょっとニュアンスが難しくて。クルスさん、やり直しできないのは人生と一緒。うわ、深いわ。深いわ。それ深いわ。いや、本当にね。そうです。やり直しはできません。ただ次の一本に新しい気持ちで挑むことはできるので。そうですね。人生と一緒ですね。今日がダメでも明日をやり、明日をよく生きようとすることはできるんで。いいと思いただけました、くずけさん。ゆかぼぼさん、第3から引き分け始めるときに、気をつけていることはありますか？第3から引き分け？あ、これは、引き始めは、この肩を、グッて、こう、開くことっていうのを意識してます。まずは、ここを動かす。ここを動かすことによって、肘がどう動くかっていうのを、いつも確認してますね。今までは、肘からこう、動いた先っていうのを考えてたんですけど、結構それってね、体調とか、その時の気分であったりとか、そういった部分で結構変わっちゃうんで、それは良くないなと。だから結構なんかムラが大きい車になってしまうので、ここだったらそんなに変わんないですよね。グッて開く。第3から引き分け始めはここから、ここの筋が出たと思うんですけど、ここから、うん、動くようにすると、やっぱりムラってめっちゃ減りましたね。チェイペさん、マルさん、ハッピーバースデー、ありがとうございます。28歳、楽しんでいこうかなと思います。ハヤさん、本当はなしが欲しいけど、毎日触らないので、入りを変えます。あ、なるほど。本当はなしが良かったんですね。意外とね、でもなしでもそんな変わんないですよ。ツル張り込んでたら、そこまで変わらないので。どっちも一緒だと思いますけどね。管理の具合的にも。ただ、まあ、その、カーボン入りだったら、出禁になりにくいとか、そういうことはあるので、うん。管理的にはカーボン入りの竹やめの方が、そうですね。初心者とか初めての人からしたら、扱いやすいかなと思います。私はもう初っ端からずっと純竹の竹弓しか使ってこなかったので、そっちの方がやっぱなんか可愛いと思っちゃうんですよね。林さん、鶴を張ってたら大丈夫？基本的には大丈夫ですよ。基本的には大丈夫ですけど、鶴を張りっぱなしにしていると、どうしても裏反りがなくなってきます。カーボン弓も、純竹も、鶴を張り込んだままにしていると、形自体はそこまで変わりません。変わりませんけど、裏反りがなくなります。ってなると、裏反りがないということは、弓の反発力が、落ちちゃう。ちょっと弱まってしまうので、そこの管理をしっかりとすることができたら、大して問題ではないかなと思います。鶴を張りっぱなしにしてて、あんまりその悪いことっていうのは、鶴裏反りがなくなるぐらいしかないので、基本的には、鶴を張りっぱなしにして、で、その鳴りをどんどん覚えていくっていうことをすれば、特に問題はないかなと思います。少しずつ、その竹弓の性格、鳴りっていうのを理解していったら、それは練習頻度っていう問題ではなくって、その変化に気づけるかどうかだと思うので、練習頻度はあんまり私は関係ないかなと思います。あと自分がどういうなりにしたいのか、竹弓をどういうなりにしたいのかっていうのをちゃんと明確にビジョンとして持っていれば、そこまで難しい問題ではないと私は思いますよ。私もね、鶴を基本的に張りっぱなしにしてます。で、
あ、そうじゃん。今持ってる松永よしや、ちょうど1年前に買ったから。1周年記念だね、よしやさん。あ、もうちょっと話をされちゃったんですけど、基本的に私も練習しないわけじゃないですか。撮影とか、弾こうかなっていう時しか弾かないわけで。だから年に20回とか30回とか、その程度の練習頻度なんですよね。その中でも、やっぱりずっと張りっぱなしにしてます。基本的に。で、ちょっと張りっぱなしにしておくと、やっぱりね、何もそんなに変わらないし、で、実際に弓を引くときに、なりを確認して、あ、ちょっと下がもう少し正したいな、だったら、押し込んだりして、なりを戻してとか、そこまで強い、いろいろやってればしないですけど、だから基本的に鶴張りっぱなしでもいいですけれども、反発がある、ないっていうのを、確認してもらう。理解するようになると、竹弓の管理っていうのはそこまで難しいものではないかなと思います。二部弓だったら話は別ですけどね。はい。セントラーさんメッセージ撤回されました。あ、撤回されちゃった。こんばんはみたいな感じの書いてあったと思うんですけど、セントラーさん見てらっしゃったらこんばんは。よろしくお願いします。クースケさん。白水の親父は張りっぱなしで OK 言ってた。あ、白水球具店さんの方ですね。そうですね。基本的にやっぱり球具店も竹弓って張りっぱなしで保管してるので、いいと思います。ただ、先ほど言ったように裏反りがなくなってくるので反発力っていうところではかなり、落ちてくるので、そのあたりの反発がある、反発がないっていう状態、裏反りがある、裏反りがないっていうところをしっかりと理解してもらえたら、そこまで難しいものではないです。なりとか、そういった部分をちゃんと管理したいとか、わからないとか言ったりする方が多いと思うんですけど、そこまで狂っ、なりが狂った弓っていうのは、あんまり売ってないので、もし自分でも、うわ、これはっていうのがあったら、もう迷わず球具店さんに持ち込んだ方が間違いなく、いいと思います。チェイベさん、中西トレーナーとのコラボ動画で解説されていた体幹トレーニングとウォーミングアップを練習に、取り入れたら的中が向上し、4回落ちた4段審査に向かいました。あ、本当ですか？ありがとうございます。よかったです。ね、中西トレーナー結構やるっしょ。高校時代のね。私の、なんか勝手にライバル認定されてたやつなんですけど、でもトレーナーとしては本当に私は腕が立つなと思っているので、やっぱりね、体幹トレーニングもそうだし、まあ、先ほど私も言った骨盤の動き、向きやったりとか、自分が今どういう状態にいるのかっていうのを把握したら、把握することができたら、弓道って、爆裂に、上手くなるものも、上手くなる人もいるし、それを積み上げることによって徐々に上手くなっていく人も多いと思うので、まずはそういったところを、ね、参考にしていただけたらなと思います。林さん、アドバイスありがとうございます。恐れ入ります。センタロさん、こんばんは。マールさん、誕生日です。まだ道場に人がいるのでとりあえずミュートで聞いてます。あ、そうなんですか。ありがとうございます。練習中にね、センタロさんともね、コラボしたいねって話してたんですけど、なかなか可能ほど1年が経ってしまいました。そうですね。ちょっとね、私もしばらくちょっとコラボは難しいかなと思いますね。まだまだ仕事の方と、プライベートの方が全然落ち着いていないので、もう今日ライブ配信できたのも奇跡かなっていう感じでして、今まであんだけ忙しくしてたのに、なんか、急に5連休とか入れられて、5連休ってと思いながら、もう5連休のうち2日間は東京で過ごしたんですけれども、はい、くつけさん。セントラーさん登場が、あ、ご存知なんですね。そうですね。やっぱり、弓道って、何が一番大事かって言ったら、やっぱその、空間認識能力と、自分がどういう動きをしているのか、把握するっていうのが一番大事だと思うんですよ。女の子とかたまにいるんですよね。腹筋に力入れてって言ったら、腹筋ってどうやって力入れるんですかっていう、こう、まあ、そういう子はね、大変教えるのが、本当に大変。じゃあ、掛け、ね、刺してて、親指をこう、まっすぐ伸ばして、
取りかけしてみてとか言うと、伸びてるんですか、どうなんですかって自分の動きがわからない子っていうのが一番指導する上で難しい。お前の感覚だからこっちがわかるわけねえだろうと思いながらね。しかも影の中だったら見えないし、わかんないし。本当にね、そこが、わかる子はやっぱり上達が早い。わかんない子は、もう上達に時間かかる。プラス、こっちも大変。ヘイさん、ははは。ははは、何に対してのははははがあれかですけど。でもね、本当にまあ、男の子でもいますね。そういう子。第3はこの高さで撮ってやってみたなって言ったら、いつまで経ってもその高さを表現できない子とか。本当にいるんですよ。だから指導が難しいし、伝えることって難しいなって。思いますね。まあ、何年も、こう、母校の生徒が中心ですけど、自分より年下の子とか、触れ合う機会になった時に、やっぱ言葉の選び方であったりとか、この人はどこまで理解できる子なのか。まずそこからこっちが理解するところから始まるんで、まあ、いろんな子がいて、こっちは楽しく指導させてもらってます。やっぱ指導の現場ってね、そういうことだと思いますけどね。あとは、いかにモチベーションを上げたりとか、やる気を起こさせたりとか。くずすけさん、他人は見えても自分が見えないのは普通じゃん。そうですね。他人は見えても自分が見えないのは普通じゃん。あ、そうですね。あとはその感覚としてね、本人がどこまで、理解できているのかっていうのが、非常にね、難しいところなんですけども。久々にね、母校早く行きたいんですけど、なかなか行けない。濃厚接触者が出て部活中止はこの時期一番きついです。いやぁ。ゆいゆいさん、弓道を始めたきっかけは何でしょうか？うわぁ。なんとなくです。本当になんとなく。別に弓道をやりたいと思って弓道部入ったわけじゃないし。強いて言うなら、お兄ちゃんが、弓道やってて、国体行きました。全国行きました。すごい選手でしたって。聞いてたんですよ。うちのお兄ちゃん7つ上なんで、お兄ちゃんが、弓道で活躍してるっていうところは全然知らないんですけど、高校上がる時になって、あ、お兄ちゃんってすごい選手だったんだよ、みたいな、聞いて。で、自分も高校入った時に、うちの高校は、絶対1年生の間は部活動に所属しなきゃいけないっていうルールがあって、で、いろんな部活あるわけじゃないですか。それ見てみたら、いや、ドラムパッとしないな、テニスとかもしんどいの嫌やしな、と思って。で、見たら、弓道部があって、あ、そういえば兄貴弓道やってたな、と。まあ、弓道やってみよっか、みたいな感じで弓道部入りました。別に弓道に対して特別、なんか憧れとかあったわけもないです。だって、その時は本当にね、しんどいことが嫌だったので、ハードな動き、ハードな運動っていうのが、本当にしたくない時期だったので、テニスとか、あと卓球とかも、あとボーリング部とかもあったんですけど、なんか嫌だな、ボーリングは大して動き少ないから、いいかなと思ったんですけど、でもボーリング部はちょっとなんか、キャラじゃないなと思って。で、考えた結果、まあ、弓道部入りました。そしたら、なんか弓道部に、うちの実家の近くに住んでいる、お兄ちゃんみたいな人がいて、で、その人と一緒に、弓道をやったりとかしてましたね。なんか、うちの住んでる地域は、弓道部出身の子が多くって、なんか、全国出場したのも、なんか、3、4人輩出してる地区に、住んでましたね。そうなんだよね。だからきっかけの話されても、面白いことないんですよね。本当に。弓道を始めたきっかけな、みんな逆にどうなんですかね。聞きたいです。弓道を始めたきっかけ、皆さんの。
まあ、多くの中、袴姿に憧れたとか、弓矢を引いて見たかったとか、ビンとか、いろいろあると思うんですが、皆さんは弓道を始めたきっかけ何ですか？教えてください。ゆうさん。はじめまして。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。皆さん祝っていただけて本当に嬉しいです。弓道に関するコメント、いろんなコメントお待ちしております。ココさん、男として憧れる先輩がいたからです。あ、そうなんですか。憧れの先輩がいたから。あ、いい話。そういう話、好きです。いい話じゃん。憧れる先輩がいたから。私はね、いなかったですね。憧れる先輩。憧れる先輩はね、やっぱ、いなかった。うん。弓道部の中、他の高校にはいましたけど。さあ、私は息子が高校弓道部に入ったのがきっかけです。あ、意外と結構ね、それ、聞いたことありますよ。なんか娘さんが弓道部入って、で、なんかすごく楽しそうにやってて、自分もパパもやってみたみたいな、人、多分、二組ぐらい、見ました。あとは、そう、娘さんと、なんか親戚の子が始めて、でそれで、なんか、うちも興味が湧いて、やってみたみたいなおじさんとかいましたよ。ゆうゆうさん、私もなんとなく、いや、なんとなくっていう人結構多いと思いますよ。林さん、違う。林さん、私は息子が高校弓道部に入ったきっかけです。で、チャイブさん、高校1年の9月の友達に誘われたから弓道部に入部しました。え、あ、じゃあ、9月っていうことは、途中入部？いや、いいっすね、そういうの。途中入部でも割と伸びる人は伸びますからね。ちなみにうちの兄貴、お兄ちゃんも、鼻から弓道部じゃなくて、高校2年生になる直前に弓道部に転部して、そっから全国とか国体とか行ったんで、天才って言われてました。知らんけど。コッコさん、音の調子悪いみたいです。え、本当に悪いですか？ああ、聞こえます？音の調子、え、今マイク大丈夫ですか？聞こえます？マイク復活しましたかね？ちょっとコメントで教えていただけたらありがたいです。大丈夫？聞こえてる？聞こえてますかね？私は神社にある弓道場が散歩のコースで、たまたまそこの会長さんが仕事を先にいらして、初心者教室があるよと誘ってました。あ、そういう神社つながりあるんですね。うちはちょっと近くに神社がなかったんで、あれですけど。あ、そういう出会いっていうか、そういうところで、弓道に出会えるっていいですね。音声が聞こえてる。聞こえないです。あれ？聞こえてる人と聞こえない人がいる。なんでだろう？どういうことなの？原因は挙げてるんですけどね。一体何が原因でしょう。マイク近づけてみようか。これで聞こえますかね。本当だ。人数もバーって減って。え、音声トラブル？まさかそんな、こんな途中からある？私は神社にある弓道場が散歩を毎日されてるんですね。いいですね。私も散歩したいですね。そういう弓道場の近くを散歩できるところに住みたい。聞こえないです。暇人さん、初めて来た。ありがとうございます。
声が時々途切れる。え、本当ですか？ Wi-Fi ちょっと考えてみようかな。このタイミングで。一番いい Wi-Fi にしてるんですけどね。たまに音声が途切れますね。あ、失礼しました。ちょっとね、一応改善したつもりではあるので、また何かあったら教えてください。にゃんこ娘さん来ました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ質問があったら、コメントしていただけたらなと思います。ひまじんさん、弓道の初段取ってます。あ、おめでとうございます。弓道初段、いいですね。33剣道の投資者が出場できる、段位ということで。いいですね。やっぱりね、弓道始めたからには初段は取ってほしいですね。やっぱ弓道初段を取ることでね、できること、どんどん増えるので、市営の弓道場であったりとか、そういうところもね、いろいろと使えたりするので、和服の方がいいですかね。どれのことでしょうか？審査のことでしょうか？和服は、多分3段、4段ぐらいからちょっと考えてもらった方がいいかなと思います。まあ和服ってそんなにすぐいらないですね。3段取ったぐらいからちょっとそろそろ和服買おうかなって私は意識してましたけど。てか和服買うのめんどくさって逆に思ってますよ。4段受けるんか、しゃあなし和服買おうか、みたいな感じで言ってましたね。あ、にゃんこ娘。私の後輩だった。お前か。お前なんかい。いえいえ、さ、周りさんは審査受けないんですか？審査はね、受けれないです。弓道連盟に登録してないので、いや、登録したいんですけどね。まあ、まずそこまで、練習ができないっていうのと、あと、ま、性別的な問題もあるので、そのあたりがどういう、ことになるのか難しい部分ではあります。もう少し私の自分の身の回りのことをもう少し、整理ついてから、弓道連盟に所属するかどうかっていうのを考えたいかなと思います。ひまじんさん、33元堂です。33元堂は和服の方が映えますね。やっぱり思い出にもなるし、一応男子に関しては道着袴で出てもいいんですけど、やっぱりなんか練習感が抜けないので、やっぱりせっかくね、晴れ舞台なので、33元堂に出られるときは、男性でも和服で、出場された方が思い出に残ると思うし、自分自身も楽しめるんじゃないかなと思います。私の目の前に引いてた男の子が、道着袴、わ、隣かな？後ろかな？道着袴で出られてたんですけど、やっぱり、道着袴まで出る人の方が少ないので、見た感じ3、4人見ましたけど、あんまりこう、パッとしない感じが、どうしてもあったので、やっぱりね、33元堂に出るっていうなら、和服で男性も出られた方が、いいかなと思います。くうすけさん、これから蚊が出てくる。姉さんは刺されない。私は、刺されます。めちゃくちゃ刺されます。いや、これね、本当に、辛い話があるんですけれども、昔、四つ掛けを使っていた、まあ今も使ってるんですけど、今の前の四つ掛けが、マサノリを使ってたんですね。マサノリって、もう今、もう絶滅危惧種というか、ほぼほぼ旧具店で探しても手に入らないような、名作と言われた、賭けがあるんですけれども、その正則さんの賭けを10万円で買ったんですね。結構いい値段するんですよ、正則さんの賭けって。で、その正則を使って、こう夏にね、練習をしていたときに、湯構えして、こう取り掛けするじゃないですか。取り掛けしたときに、ね、四つ掛けなので、薬指と、親指に帽子にかける。弓を引こうと取り掛けしたときに、ちょうどその取り掛けのときに帽子に蚊が止まってプチって潰しちゃったんですよ。本当にもう発狂しちゃって、うわーって
なんでお前こんな時に来るの、取りかけの時に、しかも親指に、もう最悪と思って。いやー、あれは辛かったですね。もうしっかりと蚊の跡残りましたからね。何、魚拓ならぬ蚊拓みたいな感じでも、跡ついちゃって、もう泣きましたね。ほんと辛かったです。っていうことがありました。はい、くだらない話でございました。まおりさんのおすすめの竹弓を教えてください。私のおすすめ竹弓ですか？個人的な話をすると、私が好きな竹弓は、くすみくらきちさん、そして松永よしやさん、あとは一等斎さん。どっちかっていうと、あの、薩摩弓系統が多いですね。一等斎さんの弓が特に私好きで、あの、肥後っていうか、神材の、あの、ハゼがすごく粘り気のある、神材なんですよ。まあ皆さんというか他のね、弓師さんもハゼを使って竹弓を打ってらっしゃるんですけれども、やっぱりこう産地によってハゼでも粘り気が違ったりするわけなんですよね。で、一等斎さんの使っているハゼっていうのが本当にもうしっかりとした木ハゼを使っているんですよ。その木ハゼっていうのが本当に粘り気のある弓で、引き心地自体もなんかこう、グイーンってした感じなんですよ。なので、磁気芯とか、あのグラスカーボンを使ってる人からしたら、ちょっと、なんだろうこれって思うかもしれないんですけれども、慣れていくと、本当にその、粘り気のある弾き心地っていうのが、反発力を生んで、意外とね、あの、やとびもいいし、帰りも素直になるので、私は一等斎さんの弓っていうのが、個人的にはおすすめです。ただ、一等斎さんの弓を一等斎さんの直で買うと、あの、裏反りがめちゃめちゃ強いので、扱いには、あの、大変かなと思います。弓具店さんで売られている、ある程度裏反りの抜けた、一等斎さんの弓の方が扱いはしやすいかなと思うので、もし気になっている方は、一等斎さんありますかと、弓具店さんの方に問い合わせしてみたらいいんじゃないでしょうか。特に一等斎さんの弓は、関東の方に多く流通しているそうなので、そちらの方で、調べてみてはいかがでしょうか。関西にはございません。まあ、ヨシアさんに関してはやっぱり、あの、もともとね、松永、肥後三郎さんだっけ、松永重信さんかなのお弟子さんが独立されたというところで、もうかなりね、あの、落ち着いた、本当に綺麗な鳴りをしているので、やっぱり扱いとしても、あの、何より軽さがいいですね。個人的には。ヨシアさん。ただ、私が持っているヨシアさんの弓っていうのは、桜の芯材を使っているので、反発で言うと、まあ、落ちる。そこまで、反発があるわけではない。やはり、ハゼの方が反発力っていうのは強いので、ヨシアさんの弓を買おうと思ったら、まあ、今だったら2、3年ぐらいかかるんですよ。2、3年ぐらいかかって、ヨシアさんの弓を手に入れるってなったら、やはり桜よりもハゼ芯を狙った方が、私はいいかなと思います。とにかく時間がかかってもいい。とにかくヨシアさんの弓が欲しい。重信さん。まあ、重信さんは今、打てないから無理だろうと思うんですけど、ヨシアさんの弓が欲しいという方であれば、あの、花から、ハゼ芯の弓を、ハゼ芯の弓を注文された方がいいのではないかなと思います。はい。ちょっと結構コメントが流れてしまいました。市松さん、ごきげんよう、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。YouTube ライブでございます。肌脱ぎむずそう。むずいですね。むずいですね。あの、着付けにも影響してくるので、肌脱ぎは難しいですし、あと汗をかく人。汗っかきの人は、あの、序盤がベタついたりとかして、脱ぐのが非常に難しかったりします。あの、荒技として、ベビーパウダーを、あの、自分の、この上半身に塗って、滑りやすくして、肌脱ぎをしている方もいらっしゃいました。私はしてないですけれども。ゆうゆうさん、良い一年をありがとうございました。配信楽しみにしてます。あ、すいません、ありがとうございます。あの、動画、あの、頑張って作っていこうかなと思います。市松さん、去年から1年間お休みしていましたけど、再開したいなと思っています。習いたてだからほとんど忘れてしまった。あー、
1年間お休みされてたんですね。まあコロナもあったんで、お察ししますけれども、意外とやってみたらね、すぐ思い出すことがあると思うし、思い出した瞬間って、やはり人間が一番ね、深く脳に刻まれやすいと言われているので、ぜひ勇気を出して再開されてみてはいかがでしょうか。市松さん、弓道場がこのワクチンの接種解除になってしまう。そんなことあるんですか？使える日が少なかった。そんなことあるんですか？ゆうゆうさん、一等歳使ってます。勉強になります。あ、ありがとうございます。やっぱりね、一等歳さん、しかも、そこまで一等歳さんの読みって高くないんですよ。10万円切ると思うんですね。今ちょっと値段わかんないんですけど、10万円を切るぐらいの値段なので、一等歳さんの読みは非常に手が出しやすいかなと思います。一等歳さんはおすすめです。私もね、弓師さん、一等歳さん、桑畑元則先生のところに行きました。二回ほど行ったのかな。本当にね、いい方で。ね、しかも柔軟な考えも持ってらっしゃる方なので、非常に楽しく過ごさせていただけました。そういった意味では、一等歳さん、推しの弓師ですね。弓師さんでございます。ゆかぽぽさん、一等歳。はい、一等歳いいですよ。ゆかぽぽさん、松永、軽いのですね。松永、そうですね。松永系統は基本的に軽さが一番売りなんですよ。松永重信さん、松永義也さん、そして、肥後三郎さん。この三つはやっぱり軽さがすごく売りですね。で、私の義也さんもかなり軽いので、持ち運びとかそこまで苦労はしないです。ただ、やっぱり桜の芯になると少しは重さを感じることはありますけれども、それでもやっぱり他の弓師さんと比べると、軽さっていうのは抜きに出てるかなと思います。あと、その松永さん系と弓、肥後三郎さん、重信さん、あと吉谷さん、あと一等歳さんも、まあ松永系統かって言われたらそうじゃないんですけど、薩摩弓という部分では、系統が近い部分があるんですが、今の都の城さんの弓師っていうのは、結構弓の幅を広くして、球力を調整してるんですね。なので、弓の幅は広いけど、厚みが薄いという弓が非常に多くなっているんですけれども、そういった松永系統の弓、あと松前弓、一等歳さんの弓っていうのは、昔ながらの厚みを出して、幅を広くするんじゃなくて、厚みを出して球力を調整するっていうやり方をされているので、私はそういった点でもすごく気に入ってますね。やっぱり幅が広くなると、手の内を作る時の包み具合だったりとか、個々の入り具合っていうのが全然変わってくるので、私は幅を広くされるよりかは、厚みのある弓の方が好みではあるので、そういった点ではね、かなり、一等歳さんの弓っていうのは、好みにマッチしている意味かなと思います。あと、倉吉さんも、都の城の意味ですけど、どちらかというと、そうですね、薩摩系の弓に近い作りをされているので、あと、松永先生、松永、肥後三郎さんかな、肥後三郎さんの方が、久住倉吉さんの弓をかなり絶賛していたっていう話もちょっとね、真意はわかんないですけど、聞きましたので、倉吉さんも、評価は高いと思います。にゃんこ娘さんも姉さんと弓引ける機会が少なくなりますね。いや、本当です。本当はね、明日行こうと思ってたのに、いきなり、ちょっといろいろな。本当に明日行けないんだよね。行けるんだったら明日行くよ、本当に。行くけど、ちゃんと時間作ってよね。ひまですね、いつか森さんと弾きたい。ああ、いいですね。オフ会とかね、本気で考えているんで、そういったね、場で皆さんと交流できたらなと思います。あ、32人も見ていただきまして、ありがとうございます。ゆかぽぽさん、お安いと思います、一等歳。本当にね、安いと思いますね。コスパで言ったら一等歳さん、本当にすごくいいと思います。あと、吉谷さんの桜の芯も、今私が持っている桜の方も、いくらだっけな、7万円とかするぐらいで、消費税込みで7万ちょっとで購入したので、いいと思います。ひまじんさん、松永、万儀の弓知ってますか？あ、知ってますよ。ただ、万儀、手に入らないでしょ。もはや、ちょっと、伝説の弓的な、まあ、伝説って言ったら言い過ぎですけど、なかなか手に入らないです。万儀はね、いい弓なんですけどね。ただ、我々が手を出せる弓かと言われたら、違うかな。ヤフオクとかで売ってるのをかっさらうぐらいしか、
手に入れる方法はないんじゃないでしょうか。あの先生方も喉から手が出るほど意味にはなっているので、松永万儀をね、手にできる人がいたら、その人は一生大事にしていただけたらなと思います。市松さん、自分の弓欲しいな。私の剣には、休憩点が一件もないらしく、道具に触れる機会がなかなかない。わあ、そういうね、ところも辛いですよね。休憩点ね、47都道府県に一件を欲しいというところではあるんですけれども、なかなかね、休憩点さんも、こう、数が少ないですし、私のね、住んでいた三重県にも休具店はなかったので、よく、伊海休具店さん、あと、大倉休具店さんに行ってましたね。もう少し足を伸ばそうと思ったら、愛知県の、どこだっけな。愛知県の水山さんとか、加藤休具店さんとかにも、足を運んだりとかしていました。だから、愛知行くのも、大阪行くのも、結構ね、距離があるので、もう休みの日丸一日使って行ったりとかしないといけなかったので、まあ、気軽に休具店に行ける環境って本当羨ましく思います。ゆうゆうさん、手幅小さいから竹弓見つけるの難しいです。いや、本当そうですね。難しいですね、手幅。私もそこ、まあ、指が大きいと言ったら、わかんないですけど、ただ、私の手の内っていうのは、前回、動画のお話しした通り、手の内を包む、弓を包むっていうイメージで手の内を作っているので、そうですね。個人的には、この幅が広がるのが嫌なんですよ。ここね。親指と、人差し指の間。これを無理やり広げられるっていうのがあんま好きじゃないので、やっぱり厚みがあった方が、私は好みかなと思います。ヤンコ娘さん、辛いです。辛い。わかる。辛いよ。本当はね、明日一緒に弓を引いた時に、にゃんこ娘さんを、ボコボコのボコボコにしてやろうかなと思っていたんですけれども。まあちょっとね、詳細につきましては、LINE の方でさせていただこうかなと思いますけれども、次回、弓を引く機会があったら、にゃんこ娘さんをボコボコのボコボコにしたいなと思っています。そろそろ私に勝ってもらいたいですね。ひまじんさん。自分3針持ってるよ。ああ、いいですね。3針も持っていたら。なんか、使い分けとかしてらっしゃるんでしょうか。私は、まあ、メインで使ってるのは1針だけなので、2針目を欲しいなと思っているんですけれども、2針目はやっぱりもう一度一等彩を引きたいなと思っています。もしくは、少し安めのカーボン弓なんかも、期待しているんですけれども、イカイさんがね、新しいカーボン弓を、こう出すみたいな話が出たら、私はそれを欲しいなと思っているんですが、なかなかあの人も首を縦に振らないので、難しい部分はあると思うんですけれども、かなり押しているんですが、なかなか実現していないという感じでございます。市松さん、やはりたくさん欲しくなるものですか？弓って。どうなんでしょう。たくさん欲しくなる。まあ、知りたくなるが私は強いかなと思います。この弓とこの弓の違いやったりとか、銘柄が違えばもう全然違うものになるので、吉谷さんの弓を見たときに、すごく綺麗な弓だなと思ったんですよね。で、一等彩さんの弓を見たときは、すごく、なんて言ったら、質実剛健じゃないですけど、ずっしりとして、まあ、ずっしりって言ってもそこまでこう重さがあるっていう感じではないんですが、雰囲気的にずっしりとしていて、とても、他の弓とは異質だな、みたいな。うわ、この弓は一体どんな矢を飛ばせるんだろうか、みたいな感じの興味の方が私は強かったです。もちろんそのコレクター的な意味合いで持っている方も少なくはないんでしょうけれども、ただ、やっぱりその中で、この弓は、こういった楽しみがある。この意味はこういった性格があるみたいな楽しみ方っていうのもあると思うので、一本だけではやっぱり竹弓の世界だと壊れた時に非常に保険が効きませんから、竹弓を持ってる方はやはり何本も欲しくなると思います。まあ最低でも2針は欲しいところじゃないでしょうか。千太郎さん、こんなに弓の話できる周りさんやっぱりすごいです。ありがとうございます。まあそうですね、休具店に勤めていたという過去もございますので、休具に関する知識はそれなりにしてますかなと思います。ただ、休具店に入っていたから、
勤めていたからここまで知識があるのかって言われたらそういうわけではないです。やはり、球技に対する、知りたいっていう気持ちがやっぱり一番強かったので、球具店に入っていなくとも、球具に詳しい方はたくさんいます。そういう私より知っている人って一般って言ったらあれですけど、球具店に入ってない人間でもたくさんいらっしゃるので、そこと比較されると、すごく、球具店に入っているからすごいっていうわけではないと私は思っています。いかに好きかだと思いますね。この違い、この意味の違い、この影の違い、この矢の違いみたいな感じのね、楽しみ方を私はしていたので、自然と知識を身につけ、そして、今ここで私のおすすめとか言ったりしているのは、あくまで私個人がこういった良さで、すごく良かったよっていう感じのことをお話ししているので、そのあたり、球具店の意見っていうよりかは、周りさんの好みがそうだったっていう感じでね、受け取っていただけたらなと思います。ブラック916さん、第4昇進という意味を使っています。あ、読みがわかりません。あ、そうですね。今言っちゃいましたね。第4昇進です。第4昇進の森先生のところもね、昔、都の城に行った時に、お話しさせていただきました。実際にお会いして、多分半日ぐらい、工房の方にお邪魔させて、いろいろとね、教えていただきました。第4昇進の森先生はもう現在、引退されていて、もう弓は打っていないんですけれども、第4昇進さんの先生の弓って本当にね、これもね、なんて言ったらいいんだろう。もう職人の、なんだろうな。年輪というか、すごく長く弓を打たれていたっていうのが一目でわかるような、ザ職人っていう感じのね、弓だったので、欲しいなと思っていたんですけれども、もう私がお会いした時にはかなり高齢だったので、でもそんなに、打ってない状態でしたので、なかなかね、今、球具店で探してもないんですよね。だから、第4昇進さんの意味があったら、ぜひ私も一針持ってみたいなと思っています。ひまじんさん、松永万儀の弓、顧問の先生持ってたから、あ、いいですね。万儀を持ってるってなかなか素晴らしいです。万儀はね、注文して買えるかって言われたら、そうではない弓なので、もしかしたら送られたのか、オークションで買われたのか、もしくは、球具店に頼んで、もう何十年も待って手に入れられたのか、どちらにしても、その松永万儀っていう弓はとてもいい弓ですので、いい弓、プラス、なんか、聖剣エクスカリバーみたいな感じのね、弓になっているので、ぜひ大事にされていかれたらなと思います。やっぱりね、万儀はね、竹弓を吸っている方からしたら、憧れの弓でもございますので、皆さん、万儀の弓、弾けるようになりたいですね。はい。次はですね、ゆうゆうさん。薩摩竹山おすすめですよ。あ、いいですね。薩摩竹山も、最近人気急上昇中の弓ということで、薩摩竹山おすすめの方が結構多いですね。もともと長野一世さんで修行されていた方が独立されて、薩摩竹山っていう、竹弓を、銘柄をお作りになられたということなんですけれども。薩摩竹山さんもね、結構、生産スピードも速いと思うんですよね。結構流通してませんか？だから、薩摩竹山も、これからもっと、5年後、10年後、いい弓にな、もうさらにいい弓になっていくと思うので、薩摩竹山さんの弓っていうのは現在も、もちろん人気は高いんですけれども、これからどういった弓になっていくのかっていうのが、私は気になるところでございます。市松さん、今は12キロの練習を借りて使っていますが、もっと強い弓引けるようになるから、それからがいいよと言われてはいるんですけれど、家で素引きとかしたいなと思うし、ヤフオクとかで買ってしまおうか、なんて思ったり、今、なるほど。これから弓を、自分の弓が欲しいですが、球力が今後上がってくるからどうしようかっていうところですね。難しいですね。その判断は非常に難しいです。現在どれだけのペースで弓を引いているのか、で、今の球力はどれぐらいなのかっ
ていうところもね、考えないといけないと思うんですよ。例えば、学生さんとかだったら、やっぱり練習頻度って多いわけじゃないですか。で、夜数も多いと。そうなってくると結構ね、給力上げたとしてもすぐ馴染んでしまう方とか結構いらっしゃるので、そういった場合は、すぐ弓を買ってしまうと、今まで使ってた竹弓というか、弓がすぐ物足りなくなってしまうということにもなりかねないので、やはり、ちょっとそのあたりはね、休具店さんと相談された方がいいかもしれないです。ひまですね、直進2グラスもですね、直進3バンド、ヒゴソダン。あ、直進2グラス私も好きですよ。すごく好きです。遠的をするときは直進2グラスを使ってました。近的はね、直進2カーボン使ってたんですけど、直進3バンブーを使ってた時期も長かったですね。多分3、4年も使ってたんじゃないでしょうか。ちょっとパッと出てこないんですけど。ヒゴソダンもね、最近割と好きなので、グラスカーボンの弓を買うときはヒゴソダンの9000を欲しいなと考えています。センタローさん、やっと音を出して聞けるようになりました。あ、よかったです。ぜひぜひ、さらに、コメントとかしていただけたらなと思います。市松さん、竹弓、かっこいいですよね。憧れます。もうぜひ、竹弓を弾ける未来を想像しながら、練習に励んでいただけたらなと思います。かっこいいですよ、本当に竹弓。何より美しい。そして、やっぱり、ツルネがね、グラスカーボンの弓とは全然違うので、あと、その弾き心地、これも弾いてみないことには、本人には体感できないものがございますので、ぜひ竹弓の世界っていうのを楽しみに。していただけたらなと思います。にゃんこ娘さん、あ、前か。これも私の後輩でございます。LINE 待ってます。そして寝ます。え、寝るの早くない ?9 時半前だよ。まだ起きてライブ見て、ちゃんとスパチャしてよ。誕生日おめでとう。いい一年になりますように。ありがとうございます。寝るのは許しません。市松さん、着物が好きで、そこから弓道に興味を持ち、会に入りました。日頃から着物を着て弓道できるようになりたいな。あ、いいですね。日頃から着物を着て弓道。私のね、近くの弓道場にも、毎日着物を着て、弓道に励んでいる、練習に励んでいる方もいらっしゃいました。すごいです。私はね、そういうのが、逆にめんどくさいと思ってしまうタイプなんですよね。結構私の地元の方では、練習するとき、道着袴じゃなくても全然良かったんですよ。なので、色紙、修復、私服であったりとか、あとジャージとか、そういったものを、で、練習するのも全然ありだったので、かなり緩かったんですけれども、今思うと、まあ、大阪とか出てくると絶対道着袴でないと、そこで、弓を引くことっていうのはかなり白い目で見られたり、あと、怒られたりとかもするので、そういったことはなくなったんですけども、着物でやっぱり憧れであったりとか、そういったところで、弓道のモチベーションになるんだったら、すごくいいことだなと私は思っています。お次のコメント。センタロウさん、マオリさんは京都大会見に行きますか?行けないんですよ、これが。これが行けないんですよ。私、4月の30日からですね、いつまでだっけ ?5 月の5日まで、6連勤が待っておりますので、ちょっとね、京都大会の方にも今年は顔出し行けないかなと。思います。今年の京都大会って日程どうでしたっけ?何日までやってましたっけ ?5 月の5日までだったかな ?6 日までやってるんだったら行きたいですけど6日ならお休みなので。ただね、難しいですね。今年の京都大会は。はい。人手が足りないので、最終兵器、まおりさんがシフトに入って、バリスタ業務をこなすということになっております。はい。市松さん、会に入るまで弓道してる人は、みんな着物好きなんだと思ってました。あ、もう全然違います。そんなことないです。着物が好きとか、袴が好きで、弓道に入る人たちって結構ね、いらっしゃるんですけれども、そうですね。意外と少ないですね。そうですね。でも、そこから弓道をしていって、こう、どんどん上手くなっていくと、さらに、着物を着て弓を引いてみたいだったりとか、あと33弦堂に出てみたい。振袖、袴を着て、33弦堂の同志屋に出たいと。大的大会に出たいと。そこをね、目標にして練習をされる、モチベーションにされる方も結構いらっしゃるので、目標がね、途中で変わること全然あると思います。私は着物は持ってなかった、
着物は、いつまで経っても憧れっていうのはあんまりなかったですけど、自分の家紋を見たときに、あ、この家紋を着物につけて、審査とかそういったところに出たいなって思うことはありました。私の、家紋っていうのは結構珍しいものみたいで、一回紋屋さんにお話をしたことがあったんですけれども、この紋はね、入れたことがないから、型取りから始めないとねって言われてしまったので、そういったところも、かなり珍しいもんなんですけれども、それをね、入れて、審査とか、出れたらなと思っています。コメント、失礼します。二等兵さん、周りさん誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。28歳の誕生日を迎えたということで、お酒を飲みながらライブ配信させていただいております。はい、1本目のビールがなくなってしまいました。どんどんね、弓道に関するお話であったりとか、いろんな質問、受けております。気が済むまで、とりあえず、続けていこうかなと思います。ひまじんさん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちもんつさん、もんやさん、なんで、もんやさんでもないなんてかなり珍しいんですね。めちゃくちゃ珍しいらしいです。もん自体はすごく簡単なもんなんですけれど、本当に地域の、なんかもう、ザ・地域の家紋みたいな。もんやさん聞いたことがないというか、噂というか、そんな感じのニュアンスで聞いてたぐらいでしか。見たことがないと言われました。私の家紋は、丸に横を並び切り竹という、家紋らしいんですけれども、かなり珍しいとおっしゃっていただきましたね。セントラさん、ああ、会えると思ったのに、ごめんなさい。本当に、京都大会ね、本当に行きたかったんですけどね。ちょっとお仕事の方が最優先でございますので、そのままね、京都大会が終わったら大阪に来ていただいて、弊社の、カフェに来ていただけたらとても嬉しいです。お荷物とか、置ける場所がございますので、弊社のカフェに来ていただけると私に、会えるかなと思います。ちょっとね、カフェの名前は言えないんですけれども、規約で言えないんですけれども、ちょっと、まあそうですね、大阪の梅田エリア、ハイブランドのカフェと思っていただけたら多分すぐ見つかるんじゃないかなと思います。だから、この前、お話というか、ツイートしたんですけれども、カフェ併設と言ったらですけど、隣接の弓道場みたいなのがあったらいいよねっていうツイートしたら、結構ね、反応いただきまして、本当に面白いですよね。私がバリスタとして、こう、カフェのカウンターに立ちながら、皆さんは弓道をしていただいて、で、そして、まあ、ちょっと疲れたなってなったら、カフェでコーヒーとか、ドリンクを飲んで、お腹が空いたなだったら、少しドルチェ。ケーキ、デザートみたいなのを食べたりして、でそのまままた弓道場に行って、皆さん練習していただいて、なんていうこともできたらすごく嬉しいというか面白いんじゃないかなと思ってて、もうお金があればぜひやりたいかなと思っているんですけれども、なかなかそんなお金も扱わない、難しいですね。やはり土地が大きく必要ですし、ね、一般開放なんかもして、こう、なんていうんですかね、夢を引いてるところも見れるようにカフェテラスみたいな形で、弓道をやってない方にも見てもらうっていうような感じのカフェを作れたらななんて思っています。市松さん、練習の時黒旅とか柄旅って練習してたら不快に思う方もいらっしゃるものでしょうか？そうですね、思う方もいらっしゃると思います。やはり弓道もどちらかというと白をベースに考えてもらった方がいいので、まあ黒とかはいいんですけど、一般的なものではないので、練習の時はやはり白道着で練習されるのが一番、無難な形、まあ、清掃に近いかなと思います。黒旅とかだったら、あんまりいい顔されるところは少ないんじゃないでしょうか。まあ、寛容なところであれば、練習は認めるけど試合ではやめてねみたいな感じで、注意を受ける可能性は非常に高いかなと思います。センタロウさん、営業コメントに載せられてマジでいけそう。ぜひ来てください。カウンターに座っていただけるとたくさんお話ができるかなと思います。テーブル席だったらね、ゆっくりはできますけれども、少し距離が離れてしまいますので、お話はできないかもしれないです。
ぜひカウンターでご利用していただけたらなと思います。非常にイタリアの本場イタリアのカフェみたいな感じですので、美味しいものを私が提供させていただこうかなと思います。市松さん、やっぱりそうなんですね。ありがとうございます。あ、いえ、恐れ入ります。ライブ配信から1時間40分経ちました。だいぶね、まあ、でも2時間経ってない、ね。まあ、前は2時間とか3時間ぐらいライブ配信やってたんですけれど、久々のライブ配信ということで、人の出入りが激しいですね。さっき30人ぐらいいたけど、今6人とかになってますけど、まあ、全然キュードに関するお話、コメントをしていただけたらなと思います。京都大会もね、本当は行きたかったんですけどね、全然、参加できなかったですね。ゆゆさん、コンバカも着たいですが、まだまだ着られそうにないです。コンバカもだったら全然練習で使ってもいいんじゃないでしょうか。私、コンバカもですよ。コンバカもで、普通に練習してます。動画とかも撮ったりしてますよ。ただ私のコンバカマって、遠目から見たらほぼほぼ黒なので、わかる人いないんですよね。でも男性用のコンバカマだったら少し紺がきついかもしれないです。黒というよりかは紺寄りになっている。テトロンカシミヤっていう袴の生地があるんですけれども、それの、紺色の袴を使うとそこまで目立たないので、練習ではあんまり目立たないんじゃないでしょうか。ただその袴で試合に出ることはできないので、注意が必要です。ゆうゆうさん、うちの方は称号からみたいな。あ、なるほど。島バカマのコンっていうことですかね。どうなんでしょう。ちょっと、あれですけれども。あ、地域のね、そういう特有の、なんていうのかな、ルール、暗黙のルールみたいなのがあるのかもしれませんね。ブラック9163、滑りにくい旅ってありますか？ありますよ。弓道旅って調べてもらうといいかなと思います。2000円ぐらいの、弓道旅っていうのがありまして、それは滑り止め付きの旅になっているので、ぜひ探してみてください。各弓具店さんのホームページだったりとか、EC サイトです。弓道旅と滑り、もしくは滑り止め付きみたいな感じで検索してもらえるとヒットするんじゃないでしょうか。ゆえさん、普通のコンです。あ、普通のコンですか？あ、そうなんですね。大阪では何も言われないですけどね。と思うんですけどね。大阪城で弾いてる限りは。私は一度も注意されたことがないです。パッと見が黒だからみんな黒っていう認識なのかもしれないですけれど。普通の紺色を、まあ、しっかりと紺だったら、もしかしたら言われるかもしれないですね。私の実家の方も、実家の方の弓道会は、全然そういうのは、何も言われなかったですね。ゆうゆうさん、普通のコンです。これなんて読むんだっけ？洋流とかも。ああ、そうなんです。いろいろ言われます。あ、結構指定が厳しい弓道会かもしれないですね。地域によってはね、そういう、ルール的な部分がかなり厳しいところも存在するとお伺いしているので、結構ね、口出しされたりとか多いかもしれないです。すいません、私、ゆるゆるのゆるゆるのところで、弓道やってたので、そういったところに入ったら息苦しくてもたまんないかもしれないです。林さん、弓の銘柄で小倉志法や横山黎明はどんな意味ですか？あ、どちらも持ってましたよ。小倉志法さんも横山黎明さんも。小倉志法さんの意味は結構いろんなシリーズがあるんですよ。普通の小倉志法、あとは特製小倉志法だけだっけ？あ、二つだっけ？で、特製の方は鉄頭木って言って、そばきの方に黒い線が入ってるんですね。なので、それがカーボンじゃないんですけども、カーボンシートのような働きをして、結構反発っていうのが強いんですよね。だから、雇いを求める方であったりとか、こう、なりがあまり変形されないようにして、はい。みたいな感じの方を、感じのことを求めているのであれば、小倉志法の特性、鉄頭木が入っている意味っていうのはおすすめかなと思います。だから小倉志法さんの意味に関しては、結構反発が強い意味、反発がいい意味っていうのと、そこまで反発が、なんか吸引力の割には、強くないなっていう意味が、少し、個人的にはばらつきがあるかなと思っているので、
私も昔、小倉志保さんの特選22キロっていうのを使っていたんですけれども、なんか22キロの割にはあんま飛ばないなっていう弓を持ってたんですよ。で他の方がたまたま小倉志保さんも同じ22キロを持っていて、そちらの弓を使わせてもらったら、シュンって飛んでくれたんですよね。なのでそういった面では、小倉志保さんはそういう弓みたいな感じの意識でもあります。で、横山黎明さんに関しては、本当に、メリハリが強い弓と私は思ってるんですよね。動画しっかり入っているので、矢飛びがすごくいいんですよ。ただ、横山黎明さんの、順竹のお話をさせていただくと、結構へたりやすいかもしれないです。個人的には。夏の時期になってくると、しっかりと、なりの、調整が済んだ1年以上。使っている弓であっても、夏場になってくると、へたりで、球力がかなり落ちたりするんですよね。私が使っていた、横浜黎明さん20キロの経験をお話しすると、横浜黎明さんの弓を使い始めて2年経った頃の夏は、16キロまで球力が落ちました。もちろん、ツルを張りっぱなしにしていた部分もあったんですけれども、張りっぱなしにしていても4キロ落ちることってなかなかないので、結構へたりやすい弓なのかもしれないっていう気はします。ただ弓の冴えであったりとかそういったものはかなり横山さんはキレのいい弓っていう個人的な感想を持っているので、私は横山黎明さんの弓っていうのはかなり気に入って使っていました。ただ、球力が強くなるにつれて、先ほども弓の幅の話をしましたけれども、横浜黎明さんの弓っていうのは弓の幅が、球力が上がりにつれて広くなっていく弓の作り方をされているので、私はそこまで手は大きくないので、ちょっとそのあたりは苦労しました。握りのところをね、削ったりとかで手幅を短くして、短くって言ったら違うな、小さくして弾いていました。それもあって、球力が落ちやすくなったっていうのもあるんですけれど、球力っていうか、へたりやすくなったっていうのもあるんですけれども、そういった特徴があります。ただ、横山さんの意味は、先ほど言った通り、キレのある意味であったりとか、やっぱり、なりの美しさが、やっぱ全然違いますね。メリハリがある弓が好きな方は、かなり気に入るんじゃないかなと思います。二等兵さん、さっき弓道から帰ってきて、一息ついたらライブやってて途中から参加です。朝なんです。ありがとうございます。4日前から、まおりさんとトレーナーの巻き方改善トレーニングをしてます。お、いいですね。ありがとうございます。巻き方改善、本当にね、あれ、結構効くんですよね。今日道場行ったら、打ち起こしが楽に感じました。これからも続けます。ありがとうございます。あ、恐れ入ります。ありがとうございます。やっぱりね、巻き方ってね、結構弓道にとっては弊害なんですよ。あとね、肩こりがひどい人も巻き方になりがちとか、顎が出る姿勢の人っていうのが、結構ね、弓道においては弊害になりやすいので、ぜひ、過去にトレーナーとコラボした動画がございますので、そちらを見ていただけたら、参考になるんじゃないかなと思います。林さん、そんなに落ちるの？落ちました。はい。落ちました。びっくりしました、私も。4キロも落ちたっていうのはなかなかないので、びっくりしました。夏、そうですね。張りっぱなしにしてると良くないですね。その時、私の横浜黎明さんの鶴を外してみたらね、裏反りやっぱりなかったので、もともと裏反りがある弓ではないんですけど、そこまで強い弓ではないんですけれども、あまりにもなさすぎて、反発が全然なくなってしまったということがございましたので、ぜひとも。裏反りっていうのはとても大事なんで、ツル張りっぱなしもいいんですけど、練習をすると決めた日から、3日もしくは長くて1週間ぐらいを見積もって、逆算して、その時にツルを外して裏反りを出すとか、そういったね、スケジューリングみたいなのも今後必要になってくるんじゃないでしょうか。ゆうゆうさん、怒り方はどう思いますか？怒り方は、特に、動き的にはそんなに問題は私はないかなと思うんですけど、見た目が損しやすいかなって個人的には思ってます。怒り方そうですね、損しやすいですね。やっぱり撫で方の方が貝の形とかすごく綺麗に映るので、そういった点では、
なで型の方が見た目的には有利に働くんじゃないかなと思いますけど、光り方はね、こうキュッて上がりやすい。で、上がりやすいし、ちょっと損しやすいんじゃないかなと思います。銀さん、あ、久しぶりです。マルさん誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ライブ配信に来ていただきまして。今後も、ぜひ、引き続き見ていただけたらなと思います。なんか質問とかあったら、いつも私、銀さんのスペースにお邪魔してお話ししてたじゃないですか。逆に、ね、銀さんが私に質問とかあったら、ぜひ、コメントで、教えていただけたらなと思います。あ、銀さんもしよかったらスパチャとか送ってくれてもいいんですよ。とか言うときます。はい、センタロウさん。こっそりお店の名前教えてください。ちなみに何時まで営業してますか？B から始まるカフェです。ここまで言っときます。何時まで？ラストオーダーは19時30分になっているので、それまでに来ていただけたら、駅から直結なので近いと思います。ちょっと、ビールなくなっちゃったんで、ちょっと先にビールだけ取らせてください。はい、すいません、戻りました。2本目は、バルシュタイナーっていうドイツビールをいただこうと思います。これもね、割と好きなの。これめっちゃ高かった。何ぼだっけ ?500 円ぐらいしたと思うんですが、いただこうかなと思います。おさっささん、あ、お久しぶりです。こんばんは、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。バンバン飲ませていただいております。2本目のビールをいただこうと思います。ビールね、最近好きなんですよね。ここ2年ぐらい、ビールの美味しさにハマって、ずっと飲んでますね。ゲンさん、退職の間近の貧乏人からスパチャは。あ、そっか、もうそろそろ辞められるんでしたっけ、ゲンさんも。新しい生活が待っているんですね。そっか、銀さん。じゃあもう決まったんですか？銀さん、次の仕事。まあ、辞める前提で話進んでるから。あれなんでしょうけど。おさっささん、お酒強いのですか？割と強いです。昔、子供って言ったら違うけど、21歳ぐらいの時。まあ、日本酒一升飲んでました。乾杯。二等兵さん。ナオレさんの誕生日なら私もビール用意しておくんだった。すいません。ちょっとね、いきなり、YouTube ライブやろうと思い立ったので。ぜひぜひ、飲み物がある方は皆さん飲んでいってください。もういい時間ですしね、10時だし。銀さん、次の職場は未定ですよ。あ、決まってないんですか？決まってないけど退職するのは決まっていると。ぜひぜひ。新天地で活躍しましょう。私もちょっと環境を変えているところなので、またちょっとね、動きがあったら、動画なり、ライブなり、ツイッターなりで、報告させていただこうかなと思います。だから忙しいんですよね。シフト入ってるだけじゃなくて、ちょっと、身の回りの環境も変わりつつあるので、そこもね、忙しくなっている原因でございます。一松さん、一升、火。もう全然余裕で飲めましたよ。瓶ビールとか多分、8本飲んで、プラス中杯5杯飲んで、水割りとか、焼酎の水割りとか。10杯ぐらい飲んで、それ一晩で飲んじゃったみたいな。さっささん、酒豪じゃないですか。すごいですね。もう今は全然飲めないですけどね。今は、ワインボトル1本開けるのが精一杯じゃないかなと思います。昔より本当に酔いやすくなりました。でもこういう感じで、なんかお酒とか、まあ未成年の子だったら、ジュースとか、飲みながら、弓道談義とかできるの、めっちゃ
いいと思うんですよね。スペースとかでやられてるところも多かったですけど。私この、なんか YouTube ライブやってるっていうの、Twitter で送ってない気がする。送っとこう。あ、無理か。間違えた。集合ではないですけどね。集合かもしれないか。でもなんかこう、難しいですね。静岡とか行った時に、なんか大会の前日に静岡の地酒を飲みながら、こう、弓道の話をするっていう機会があって、めちゃくちゃ楽しかったですよ。本当楽しかったです。とか、あとどこだっけ、あ、そう、九州旅行った時に、どこだっけな、熊本の地酒を飲みながら、こう、行ってたっていうのが、どこだっけ、仙台だっけ、仙台の地酒みたいなのがあって、それを飲みながらこう弓道の話をするという機会もあって、めちゃくちゃ良かったですよ。お酒飲みながら弓道の話するのってマジで面白いですよね。一番平和に終わる。追記してきました。すいません。銀さん、違う。ちょっと待ってくださいね。おさっささん、全国のたくさんの弓引きさんとオンラインで繋がれるのありがたいですね。本当にね、いい時代になりましたよね。良くも悪くも。なんかいい機会だと思うんですよ。なんか、いろんな、こう、意見とか、目に見えやすくなって、こう、情報はすごく手に入れやすくなった部分はすごくいいなと思うんですけれど、ただそれを自分の世界観が小さすぎて、その自分の世界観の中では処理しきれないからこれは違うみたいな。すぐ批判とか、しやすくなってしまってはいるので、やっぱりネットリテラシーと、本人がどういった、広い視野で物事を見れているのかっていうのが、今後、議論が進む上でとても大切なことなんじゃないかなと思います。こうやってね、楽しむ分にはすごく、いいとは思うんですけれども。銀さん、質問です。マオレさんの今の体の状態で国体に出ることは可能なんでしょうか？できません。これね、この前、先週、練習行った時に、国体とか、全日本弓道連盟とか、あと天皇杯、皇后杯、皇后杯に出ている先生と、お話しする機会があったんですよ。本当に昔から可愛がってもらって、仲のいい先生なんですけど、そういった方と、結局どうなんでしょうね。トランスジェンダーの人って、例えば、もともと男性だけど、女性としてこう試合に出たりとかできるんでしょうかね、みたいなことを聞いてみたら、もうその二人の先生で意見真っ二つに割れたんですよ。一人の先生は、もう別に、女性だから、もともと男性だから、女子の試合に入って無双できるかって言われたら、そうじゃないし、逆に女性でもめっちゃバンバン当てる人もいるし、20キロ近く弓を引く人もいるし、って考えたら、そんなに、体格差ってあるのか、体格差であったりとか、体格差があることで有利に働いているのかって言われたら、エビデンスとしては薄いんじゃないかみたいな。だから別にいいんじゃないみたいな話をしてたんですよ。もう一人の先生は。ただもう一人の先生は、オリンピックとかですごく騒がれていたように、もともと男性の人が女性の競技に入って無双するっていうのは、みたいなことがあってはいけないから、遺伝子でも違うんだからそこは。参加しちゃダメでしょ、みたいな。ドーピングと一緒じゃん、みたいなことをね、おっしゃってたんですよ。もう真っ二つに意見が割れてて、どっちも一理あるから、私は何も言えなかったんですけど、ただ私は、例えば他の競技に関して、例えばレスリングとか、重量上げとか、そういったところで、こう女性の競技のところに男性が入って無双するっていうところは、私はもちろんっていうか、私も反対です。そこは。そこは線引きとしてしっかりしておかなきゃいけないだろうと。
思うんですけど、ただやっぱり競技単位で見ていくと、弓道って実際どうなんだろうね、と思ってます。うん、だからそのあたり、こう、全日本弓道連盟が率先して、ちゃんとエビデンス取って、弓力が強ければ、敵中に有利とか、筋肉量が多い方が敵中に有利とか、そういったところをちゃんと調査する必要があると思うんですよ。そこがしっかりと数字として分かって、判断されたのだったら、私としても安心できるし、皆さんも納得していただけると思うので、そこは弓道連盟の動向を待ちたいなと思います。どこまでやってくれるんでしょうね。知らないけど。だってやっぱりそのトランスジェンダーの人が、その別の競技、でも特に男性が、もともと男性だった人が女性の大会に出るっていうのは、規制はすごく厳しくしないといけないと思います。自分で言うのもあれですけど。だから、私、気持ちは女性なんですって言って、もうそのまま普通に国体選手に選ばれるとか、だったらそれ絶対いけないので。だから、例えば、手術、戸籍をしっかりも変えていることであったりとか、あと、ホルモン治療をちゃんと受けて、1年以上経ってからとか、でないと、いや、さすがにダメでしょ。辞任とか、私、女性なんです、みたいなこと言って、辞任で、いてると、絶対、秩序が保たれないので、私は良くないかなと思います。なので、現状は無理です。国体とかは。試合とか。だから、審査も受けれないですね。そういった面では。センタロさん、ちょっと顔を出すかもです。練習戻ります。あ、いってらっしゃいませ。市松さん、純米大吟醸、くぬき上手という日本酒の選手と普通の呼び比べします。めっちゃいいじゃないですか。純米大吟醸めっちゃ好きですよ。日本酒ほんと好きなんで。でもね、今日本酒飲んだら、次の日残るので、最近しんどいんですよね。おさっささん。オンラインならではの難しさ、楽しさがありますよね。手軽にコメントできるので。そうですね。そういったところもありますけれども。でもやっぱり、皆さん有効活用してもらって、オンラインでの、中で、たくさん知識とか、いろんな価値観とかを身につけていただけたらなと思います。林さん、いろいろアドバイスのありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございます。こちらこそ来ていただきまして。おやすみなさい。ゆいゆいさん。なるほど。問題は根深いですね。根深いというか、処理しないといけない問題が多すぎる。ただ、科学的に証明できるところはしっかりと証明していく。とか。そういったところが、大事かなと思います。市松さん、実力があれば、戦場に男も女もない気がする。まあ、戦場として試合を捉えるのかって言ったら、ちょっと、どうかなっていう部分はあるんですけど。ただ、やっぱり、そうですね。女子の方が、予選の的中ラインとか、通過ラインとか、やっぱ、低い場合が多いじゃないですか。それは、男女比の問題なのか、男性と女性の根本的な、ポテンシャルの違いなのか、っていうところも、説明が必要だと思うんですよね。女性だったら8射5中が、予選通過ラインで。で、男性だったら8射6中が予選通過ラインで。一中の差も結構でかいじゃないですか。それを、普通に女性でも8射、6中、7中、まあ、8射、回中とか出せるポテンシャルの人って普通にいるじゃないですか。存在することと、分母が大きい、小さいっていうのは、また別問題なので、そこをちゃんと、分けて考えて、議論していかないと、ちゃんとした答えは、みんなが納得する答えは出にくいんじゃないかなと思います。北海道ジャイクさん、あ、お久しぶりです。ありがとうございます。ゴルフはどうなっているのかな？ゴルフどうなんでしょうね。ちょっと私、ゴルフ全然、詳しくないんであれですけど。おさっささん、私は小柄な女ですが、身長の高さが的中に関係あるかどうか興味あります。
強い弓引けないですし、男性の方が強い弓引けるから、私は縁的で不利だなと感じることがあります。あ、それはあると思いますね。身長高いから、敵中に対して有利は、ない気がするんだけどな。ない気がするんだけどな。低すぎるのは不利だとは思います。低すぎるのは。そうですね。遠敵とかだとちょっと不利かなと思います。近敵だったらそこまでね。ないと思いますけど、確かに身長が低すぎるのは不利かなと思います。銀さん、明確な根拠と、線引きが定められて初めて動き出す問題ですね。ありがとうございます。恐れ入ります。そうなんですよね。なんとなく、今までの呼吸道の基準っていうか、曖昧なものは曖昧でいいじゃんみたいな風潮が長く続いてたと思うんですよ。だから、今こんだけ科学が発達して、これだけいろんな考え方ができるようになって、で、流派だけじゃなくって、もっと多角的に物事を捉えるようになった。今だからこそ、基準ってもう一度示すべきだと思うし、もう一度洗い出すべきだと思うんですよね。全日本弓道連盟って今、オリンピックスクエアに事務所が入ってるんですよ。っていうことは、将来的にはオリンピック競技にしたいっていう気持ちがあるんじゃないかなと思うし、よりこう、弓道も国際的な競技になってほしいっていう思惑があると思うんですよね。やっぱり、そういう世界にグローバルに活動を広げていきたいと思っているのであれば、やっぱり基準とか、明確な水準であったりとか、そういったところは数字として示さないと、世界の人たちは納得しないと思うので、日本だから、なんとなくぼんやりで過ごせてた部分あると思うんですけど、そうじゃいけないと思うので、これからも全日本弓道連盟さんの動きが気になります。はい、次の質問です。今度、初めての矢渡しの移転をします。何かアドバイスありましたらお願いします。ごめんなさい、私、矢渡しやったことないですよ。一回も。ただ、まあ、強いて言うとすれば、3人で、こう、弓道場の中の雰囲気を演じるっていう意識がとてもいいんじゃないかなと思います。結構ね、気負って、こう、なんか、あ、いて、介在の人に支えられているとか、そういった感じの、なんか、相互関係じゃないですけど。そういった感じで、こう、すごく緊張感を高められて、私に臨まれる方っていうのを何人か見てきたんですけど、私はその3人の共同作業の中で、いかにこの弓道場の中の雰囲気であったりとか、自分の持てる力っていうのを演技するか、表現するかだと思うので、気負わずに、なんて言ったらいいのかな、演技している、演舞している、表現している、表現者の気持ちで、望むと、いい結果が得られるのじゃないかなと思います。マニア IPK さん、出勤前に間に合った、あ、出勤前にありがとうございます。お誕生日ありがとうございます。ありがとうございます。やっていただきまして、今気がつけば、もう10時もありましたけれども、わざわざコメントしていただきまして、本当にありがとうございます。一松さん、自分が有利なように主張するんじゃなくて、みんなが納得できるように探す姿勢が心させたかいなと思います。恐れ入ります。まあ、やっぱり、その、なんだろう、トランスジェンダーの方がこう、皆さんから批判されている部分はそこだと思うんですよね。自分たちは被害者なんだから、周りがしっかりこう、ちゃんとその基準を作ってよ、みたいな。周りが悪い、みんなが悪い、みたいな感じ。結構ね、受けたりするんですけど、私は正直周りにトランスジェンダーの知り合いはいないし、自分自身として生きているので、ただ自分自身を
やっぱり周りに認めてもらおうと思ったら、周り、自分、トランスジェンダー、ジェンダーじゃない人たちが、もう9割を占めてる世界で、その中で私という存在を認めてもらうためには、その人たちが基準を作らないといけないと思うんですよね。だから私がこの基準にしろじゃなくて、今、現状、弓道という競技の中では、曖昧に過ごされていた、曖昧に見過ごされていた、うやむやにされていた部分っていうのが、やっぱり時代の流れとともに指摘されてきている部分だと思うんですよ。例えば、もっと、なんだろう、球具に関してもそうで、例えば球力の測り方って、球具店によってバラバラなんですよ。まあ、ある程度、まあ、めちゃくちゃこう何種類もあるかって言われたらそうじゃなくって、何種類かあるうちに、ある中で、球力って違うんですよね。測り方って。それプラス、球力の、定義もちょっと違うところもあったりするんですよ。でもそれって消費者からしたら、自分はどっちの基準で弓を買ったらいいのみたいなとか、不安になるじゃないですか。だから、一般的にはまあ90センチが伸びす、伸びすんだったら90センチ引いた時の、負荷が何キロみたいな感じで、こう、球力っていうのは定められているわけなんですけども。それはやっぱり全日本弓道連盟であったりとか、あと弓道具業界、弓道具協会か。そういったところが率先して、こう、なんていうのかな、基準っていうか、統一していかないといけないべき、行くべき事案なわけですよ。なんでそんな、まあ、それぞれの弓師さんたちがこれまで、やってきたやり方を否定するような形にはなるかもしれないですけど、ただ今後の未来を考えたときに、絶対統一した方がいいと思うんですよね。そういったところを、うやむやで、いや、伝統だからとか、今まで、なんか、それで問題なかったじゃん、みたいな感じでいけるのは私は危険だと思うので、皆さんの多角的な意見から、新しい基準、新しい水準、新しい価値観みたいなのが、ちゃんと、なんて言ったらいいのかな作られていくべきだと思いますね。弓道はそんなもんとか、流派ってそんなもんとか、うやむやにするのは私は、思考の停止だと思うので、皆さんもいろんな意見を出し合っていただけたらなと思います。ゆうゆうさん、調和の B ですね。ありがとうございます。まあ、そうですね。やっぱりいろんな意見を出して、でいろんな意見と価値観っていうのを共有しないと、弓道も発展しないし、自分自身もうまくならない、うまく価値観が、広がらないとか、そういったことになってくると思うので、皆さんの、いろんな意見を吸収しながら、で、自分はどう、自分だったらどうかな、相手だったらどうかなっていう、いろんな立場になって考えてみると、弓道ももっとうまくなるし、周りのコミュニケーションも取りやすくなるし、社会生活もまた変わってくるのではないでしょうか。力から肉野菜炒めの素っていうすごい名前の方がいらっしゃいます。初見です。ありがとうございます。いつも弓道の動画参考にさせていただいております。ありがとうございます。今度国体の選考会に出ます。ダメですのであればお願いします。あ、かしこまりました。国体受けるんですね。おめでとうございます。まだ私も国体いろいろまあ、国体選手にはなってないんですけれども、国体いろいろ受けてきた中で、一番大事だなと思うのは、もちろん、的中に執着することは大事なんですけど、それと同時に、自分の射はこんな感じですっていう、アピールをすること。的中でアピールするんじゃなくて、私の射はこうですと。で、こういう感じで引いてます。みたいなところを全力でアピールすると、あ、この子は違うんだなと。ただ的中じゃなくて、芯を持って弾いている、信念を持って弾いている、みたいな感じで、見てくれる、注目される、だったりとか、かなり、審査員というか、先生方にもアピールにはなると思うので、まず自分をアピールするということが大事かなと、私は思います。いつもね、弓道とか、試合審査を出るときは、私は、演技者であったりとか、表現者みたいな感じで、自分の射を表現する、自分の射を演技するっていう意識で、いつも試合に出てるんですよね。試合とか審査で。そういったイメージで、選考会に
出られると、またちょっと違った、結果というか、違った、お、この人は違う、なんか違うな、みたいな感じのことを思っていただけるんじゃないでしょうか。二等兵さん、ありがとうございます。弓について質問です。長野一世さんのカーブ、魔球作り一世について何かご存知でしたら教えてください。魔球作り一世さんも、存じ上げております。あれは、神在が滝弓と同じものを使っていますね。そばきなんですけど、今も作ってないんですよ。なので、売られているものであったりとか、流通しているものが全てだと思うので。魔球作り一世作るのめちゃくちゃ難しいらしいです。ですし、生産量もそこまで多くないので、あんまり、ただ魔球作り一世めちゃめちゃ高いんですよね。確か10万ぐらいしたと思うんですよ。浸水よりも高かった気がするんですよね。ただそこまでお金を出すんであれば、長野一世さん買った、普通の竹弓の長野一世さん買った方がいいんじゃないかなって私は個人的には思います。でもそこまでいったら竹弓でいいじゃんって思っちゃいますね。魔球作り一世も何回か見たことあるんですが、確かに釣りはすごくいいです。甲高い音が鳴ります。あとは、意外、浸水は薄いんですよ。魔球作り一水はそこまで薄さは感じなかったかな。割と普通の竹弓ぐらいのイメージでいけます。私の記憶が正しければ。そうだな、魔球作り。あと、矢飛びはすごく良かったですよ。めちゃくちゃ良かったです。浸水も良かったですけど。どっちがいいかって言われたらもうどっちもどっち感はあるんですけど、ただ浸水の方がちょっと柔らかかった気がするんですよね。そんな気がします。個人的には、先ほども言った通り、和球作り一水にお金をかけるぐらいだったら竹弓を買われた方が早いんじゃないかなって思います。結構最近グラスカーボンの意味でも値段上がってるじゃないですか。なんか高性能を意識してすごく値段上がってきてるという気がするんですが、例えばバンブークラキチとかもめちゃめちゃ値段高いやつあるじゃないですか。8万9万。10万近いやつあった気がするんですよね。そこまで行くんだったら、普通に竹弓でいいんじゃないかなって正直思っちゃいます。クラキチさんも10万いくぐらいか。10万円ちょうどかな。今値段上がってるかもしれないですけど。10万出せるんだったら、竹弓買えるんですよ。いや、それだったら竹弓に手出した方がいいんじゃないかなって。そっちの方がコスパ的にも、学ぶこと的にも、絶対いいと思うんだけどな。そういうわけではいかないのかな。私だったら確実に竹弓を買います、ね。竹弓と。でも最近本当に多いですよね、そういう弓。バンブークラキチもそうだし、黒心の節付きとかも。最近出てるじゃないですか。それも十何万とかして。で、宮田さんの節付きも、あれも10万くらいして。いや、すごいな、すごい時代になったなと思いますよ。いや、そこ買うんだったら、滝弓で勉強された方がいいんじゃないかなとも正直思いますけど、ただやっぱりその黒心の節付きと、あと、宮田さんの節付きも見ましたけど、やっぱり、そのグラスカーボンの中では、最高峰なんですよね。性能的には。ただ、どうしても竹弓の世界には入れないっていう感じなんですよ。まあ、どっちがいいかですね。二等兵さん、竹弓を弾いたことがないので、竹弓の良さがわからないので。なるほど。
ゲームの良さが分からない。難しいですね。竹弓にメリットを見出せないみたいな感じのニュアンスに聞こえちゃうんですけど。でも竹弓の方が扱いやっぱり難しいんですけど、扱いっていうのは技術的な扱いの話で。適当に弾いたら本当に飛ばないです。しっかりと、胸を使って弾くであったりとか、そういったところを意識しないと飛んでいかないですよ。ただ自分の技術を上げる射の、レベルをアップさせるという意味では、早いうちから竹弓に取り組んで、で、竹弓の弾き方であったりとか、竹弓の扱い方っていうのを学ぶ方が、技術とか、そういったレベルアップの面では、早道になるんじゃないかなと思います。どうしてもグラスカーボの弓って、ある程度雑に弾いても当たっちゃうので、そこをどう捉えるかで、弓の選び方っていうのは変わってくるんじゃないかなと思います。私も初めて竹弓を買った時、21キロの小倉さんを弾いた時に、こんな飛ばないのって思いましたもん。全然飛ばない。びっくりするぐらい飛ばないみたいな。その時22キロの、直進2グラス弾いてて、全然飛ばないよ。どうなんこれみたいな。不良品かなって一瞬思ったもん。けど、まあちゃんと、弾き方を考えて改良していったら、ちゃんと届くようになったし、飛ぶようになったし、あ、こんなに違うんだって思いましたので。まあそこは、皆さんの考え方というか、捉え方の違いかなと思います。おさつさん、弓は何針お持ちですか？レギュラーで使える弓は一針だけです。松永義也さんの桜神の 13.5 キロ。で、使えない球力の強い弓が3針あります。直進の2グラス、23キロかな。あと竹弓、ちょっと名がね、これ消えててもわかんないんですけど、20キロの弓2針あります。昔、今まで使ったことの、持ってたことのある弓は、普通の小倉四方と、特製小倉四方と、横山黎明と、一時期肥後三郎を持ってたけど、あれはちょっともうほぼほぼ、壊れてたので、なんとも言えないですね。まあ一応肥後三郎と、あと昔の碇秀重、グラス弓だったら、直進の通過音、直進3バンブー、直進の2グラス、かな？他の弓は使ってないですね。こんだけ持ってました。一番長く使ったのはやっぱ直進の2カーボンが多いですね。でもグラス歴の方が長いかもしれない。トータルで言ったら。直進の2グラスの波の19キロ持ってた時もありましたね。そうなんですね。お答えありがとうございます。それは、まあ、弓はね、本数じゃなくて、それで何を学んだかだと思うので、本数は自慢にならないかなと、個人的に思っております。さあ、うちの県では、ハズの下の、ハギ糸部分に名前を入れてもらうのがメジャーになってます。三重県独特のということありますか？あ、ハズの下のハギ糸部分に、あ、そういう、ハギ糸の、巻きで名前を入れてもらおうって感じですか？なんかシールとかじゃなくて、とか刻印とか、そういうのじゃなくてですか？それいいですね。目立たないし。三重県独特のなんかそういう風習みたいなのですか？ないですね。三重県って結構文化の違いがすごく顕著なんですよ。三重県の中でも、伊賀市と名張市は関西の影響が強いので、なんか関西色が強いんですよね。で、亀山から、東側、四日市、津とか、伊勢、尾鷲、松阪とか、そのあたりは、どっちかっていうと、東日本の文化なんですよ。
だから全然違うんですよね。なんか独特の三重県全体で独特のこれみたいなのはあんまりないんですよ。だから三重県のその伊賀だと高校生で18キロぐらいの弓を引くのって普通なんですけど、伊賀松坂とか、伊勢とか四日市とかそっちの方行くと、高校生で18キロ引かせるのみたいな、ごめんなさいちょっと汚いんですよね、とかそういう感じになっちゃうので、だからなんか複雑なんですよね、三重県ってめんどくさいんですよ。だからなんか独特のとかはそういうのはないですね。ゆみひこさん、お初です。ありがとうございます。昨今、ゆみさんがいくつかグラス弓の面を作られているのは、市場の要求に応えて仕方なく的なものなのでしょうか？うわ、これわかんないですけど、わかんないですけど、仕方なく。というよりかは、あれじゃないですか。仕方なくはどう、消費者的に仕方なくなのかじゃなくて、多分、考えられるのは材料が本当に少なくなっているから、焚き弓自体打つ量を減らしている可能性が考えられるっていうのが一つ。あとは、やっぱりその焚き弓の需要が落ち込んでいるから、もちろんその、グラスカーボン弓を作って、で、手に取ってもらって、引いてもらうっていう戦略が一つ。あと、やっぱりその、弓師から作ったグラスカーボン弓っていう市場価値的なものも結構珍しいので、結構割と成功されたのが長野一生さんなので、一周回って、珍しいみたいな。弓師が作るグラスカーボンが珍しいみたいな感じの、まあちょっとビジネスチャンス的なものもあるんじゃないかなと思うんですけど、個人的には材料費の問題じゃないでしょうか。もしかしたら、竹が今不作なのかもしれないです。ただ、もともと木ハゼであったり、ハゼの芯っていうのは、量も少ないし、ハゼが材料として使えるのに10年かかるらしいので、そういった面では、もう、ハゼが枯渇してて、なかなか手に入らないから、生産スピードを落としてるっていうのが、現実的なんじゃないかなと。個人的には思うんですけど、本当のところはわかんないです。でも、皆さん、あれですよね。いろんな選択肢が出てくるのは、市場とか、消費者的には悪いことではないので、一つのいい傾向なんじゃないかなと思います。ゆかぽぽさん、グラスはカーボンが好きですか？個人的には、グラスの方が好きです。カーボン反動強いので、しんどいです。基本的に弓道に関しては私は楽をしたいんですよ。頑張りたくないので、しんどいこととか、めんどくさいこととか、基本的には、グラスとか、そっちの方に流れていきやすいかなと思っています。でも全然グラスも弾けるんです。カーボンも弾けるんですけれど、全然、好みで言ったら、グラスの方が好きです。磁気芯カーボン。そうですね。磁気芯2カーボン使ってましたけど、今磁気芯カーボン、磁気芯の2カーボン弾けって言われたら、本当にしんどいので、嫌な顔します。ですよね。カーボンは反動が、そうですね。反動が強い。反動が、結構、しんどい。本当にしんどい。それしかないですね。
ゆみひこさん、なるほど、ゆみさんにもそういう事情があるので、あるのですね、ありがとうございます。忘れています。まあ、そうなんですよね。だからどこの業界も今、材料不足で、あの、物を作る、弓もそうだし、掛けもそうだし、で、竹屋なんかもずっと言われてますけど、材料がないんですよ。もちろんない中で作っていってきてるんですけれど、弓に関しては、竹弓に関しては材料が複雑で多いし、やっぱりいいものを使わないと竹弓は作れないので、多分だいぶ苦労されてると思います。私がその、弓師さんとお会いした時と比べると、今の状況ってだいぶ変わってると思うので、どうなんでしょうね。多分結構厳しいところが、材料的にも厳しいところがあると思うし。それで活路を生み出したのが、グラス、カーボンの弓を作るっていう選択肢だったのかもしれないですね。桑畑正清さんとかも、作ってるじゃないですか。次元っていう弓。あれなんかも結構評価高いですよね。やっぱり弓師さんが作った弓。まあ、もともと、他のね、メーカーさんも弓師から来てますけれども。現役の弓師さんが作ってるっていうところではかなり、市場価値っていうのは高いと思うので、面白い存在だし、私も次元の弓を引いてみたいなとずっと思ってるんですけど、関西では売ってないので、ぜひお目にかかりたいなと思っています。NML さん、ハッピーバースデーありがとうございます。ついに迎えました、28歳、酒を飲みながら YouTube ライブ配信をしております。何かね、質問とかございましたら、コメントにしていただけたらなと思います。結構ね、いろんな話をしてきましたけれども。さあ、今年のツイッターとか、まあ、どういった話が出るのかすごく楽しみなんですよね。なんか聖者必中の話であったりとか、聖者が正義なのか、必中が正義なのかっていう論争とかもめちゃめちゃ好きなんですけど。なんだか久しぶりのライブ配信。そうですね、もう半年以上前にして以来ですかね。ちょっと最近動画も投稿できてないので、というか Mac が壊れてたので、今日やっと Mac が修理から帰ってきて、ライブ配信することになったんですけれども、ぜひぜひ、まだまだ私は余裕があるので、皆さん見ていただお付き合いいただけたらなと思います。最近の急動態ってなんかトレンドみたいなのあったりするんですか？ちょっとあんまり存じ上げてないんですけど、最近は。てか、あれ、ね、なんかないんですかね。剣争と言ってまだ始まってないんでしたっけ？まだか。NML さん、オンライン全国大会。いや、やりたいですけど、あれ結構、設備的にはしんどいですよ。ちゃんとわかる人間がいないと難しいし。いや、でも、その、YouTube の企画ネタ的には、対決系の動画はどんどん増やしていきたいなと思っているんですよ。えみひこさん、オンライン社会とかでしょうか？ああ、いいですね。確かに。どんどんやっていってほしい。なんか47都道府県のなんかオンライン社会みたいなのあったじゃないですか。あれも面白い取り組みだなと思って。ちゃんと見れてないんですけど。おさささん、いつも動画、喜んで発見していますけど、ライブは特に楽しいです。本当ですか？ありがとうございます。今後もね、ライブ配信どんどん時間が作れたらやっていこうかなと思います。NML さん、案外サクサクやってて感心した。そうなんですか？ちゃんとできてるんですね。なんか技ついたりしてるのかなと思ってました。
でも YouTube ももうちょっと弓道界盛り上げていきたいなと思ってるんですけどね。だから銀さんとか。そう、ビーフシューさんとかともっと、コラボやりたいんですよ。ビーフシューさん、コラボしてくんないかな。京都大会配信しないですかね。しないんじゃないですか。しないと思いますね。そんな気がする。だって、あれ、全日本弓道連盟主催じゃなくって、全日本弓道連盟でしたっけ？京都府弓道連盟じゃないの？わかんないですけど。なんか、あんまりそこまで、こう、避ける時間がなさそう。北海道ジェンクさん、昔、直進通過の18キロを買いまして、鶴の戻りが早すぎて、カミソリのように感じて、すぐに手放しました。現在、竹弓が使用していますが、気持ちと鶴のスピードが一致して満足感高いです。でも、早く頃は竹弓や、あ、じゃあ強い弓や矢のスピードに憧れもあります。いや、わかります、わかります。その自分が反応、その弓の反応速度に対して自分の体が、ついていけてるかって言われたら、そうじゃないものもあったりして。いや、めっちゃわかります。なんか、直進の通過音とかも、まあ、なんとか扱えてましたけれど、ただやっぱり違和感も残ってるみたいな状態がすごく続いていたので、わっ、その気持ちめっちゃわかります。だから、グラスとカーボンは、人の好みによってちゃんと使い分けるべきだと思うし、そういったところも、弓道の楽しみ方の一つなんじゃないかなと思います。だから竹弓も結構、さえのある弓とか言ったりするんですけれど、そこも、竹弓の楽しみ方の一つじゃないかなと思います。めちゃめちゃ、おっしゃってることわかります。ねえ、メールさん、いいかも、コラボ。左がかりで来られても、もう勝てそう。勝てそう。いや、わかんないですよ。今当たるかどうかわかんないですけど。いや、いいですね。ビーフシューさんと対決できるんだったら、どういう対決方式がいいですか？一人ずつ対決した方がいいですか？ヨシキさんとか。1回戦ヨシキさん、2回戦カイザーさん。1回戦、そうだね。どっちが勝つでしょうかみたいな。負けたら負けたでめちゃめちゃ悔しいから絶対再戦すると思うけど。で、一番いいのは、そのビーフシチューさんはビーフシチューさんで、3人立ち作って、で、私は私で3人立ちのチームを作って、こう、団体で戦うみたいなのを本当はやりたいですね。そうしたら、結構、なんか定期的に、戦えるし、面白いです。おさささん、全国オンライン大会。あれは新しい取り組みですね。ちゃんとしていた感じでした。おそらく事前準備はかなり入念にされていたのでしょうね。あ、そうなんですね。確かにそういう、なんだろう。配信ずれとかあっても、ね、ダメだし。確かに入念に準備しておかないと円滑には進まないでしょうね。いや、すごい努力されてるんだなと思います。さん、さえとは難しいなさえ。まあ、弓のさえ。反応速度で言うのか。まとまりというか。なんか、包丁の切れ味的なところなんですけど、抽象的すぎてごめんなさい。言葉では説明が難しいです。実際に見てみた中での、目の前で見たものに対しての感想としてさえと言えるんですけど、ごめんなさい。私の語彙力不足でございました。ゆいこさん、竹弓に興味があるのですが、引いたことがありません。カーボンのようには飛ばない分、技術が介入する余地が大きいという話を聞いたことがありますが、両方引かれてどう思われますか？
そうですね。その認識で間違いないと私は思います。カーボイミに関しては、やっぱり勝手に飛んでくれるんですよ。どんだけ雑な弾き方しても大概飛んでくれるのね。そうですね、竹弓はやっぱりある程度技術がないと本当に飛んでくれないという、なんかそういうハードプレイになってくるので、難しいですね、本当に。竹弓はマジで適当じゃ弾けん。適当じゃいい矢飛びは作れん。ただそれがどこのどういう技術なのかって言われると難しいですけど、弾いてみりゃわかるみたいな。先生ね、大会系の根性論みたいな感じになってますけれども。ゆみひこさん。あ、違う。どこだ？おさささん。団体戦絶対盛り上がると思います。ですよね。絶対楽しいと思うし、絶対面白いと思うし、引き続き追っていけてコンテンツになると思うんですよ。うわ、ビーフシチューバーサスマオリ軍みたいなね。絶対面白いと思う。で、やっぱ部活というか団体戦なので、こう、やっぱり他の選手たちの底上げとかも必要じゃないですか。で、有力な選手を選ぶというよりかは、私はその、ちゃんと練習した上で上達していった選手を、と戦って、ビーフシチューをボコボコにしたいと思うので。なんで、もしそういう企画がちゃんと成り立つんであれば、やってみたいと思いますし、試合の当日だけ集まるじゃなくて、こう定期的にこう、集まって、こっちはこっちで練習して、で、その様子もちょっと YouTube とかで、動画とか撮ったりして、で、何回か練習して実際にビーフシチューたちにこう立ち向かうみたいな企画もできないことはないんじゃないかなと思っておりますけれども、皆さんいかがでしょうか。ゆみひこさん、つのみとかも竹弓を前提とした技術だと聞いたことがあります。あ、ちょっとそれはちょっとニュアンスが何というか、違うといえば違うし、合ってるといえば合ってる。それは弓の構造上、つのみという技術が必要っていう認識だと思うんですよね。グラスカーボンでも、竹弓でも基本的にも、ね、大きく構造は変わらない、なりっていうか形が変わらないんで、もともとグラスカーボンの竹弓から来てますし、つのみという概念がなぜ必要かというと、やっぱり、その、鶴がまっすぐ通ってない。弓の側面を通っているからであって、それをいかにこう弓の反発力を矢に乗せるかっていう技術が手の内であり、津波であったり、弓の回転を高めるための技術だったりするので、でもまあ津波は別にかけようと思う技術ではないと思うので、津波はそんなに難しいものでは私はないと思います。おさささん、オンラインでちゃんとつながるかテストしたり、運営に関わった方や配信を提供してくださってありがとうございますって気持ちです。いや、本当にそうですね。めちゃめちゃわかります。やっぱ私ももともとエンジニアじゃないですけど、そういうシステム的なことをやってたことがあるので、そういう人をちゃんとね、できるっていうのは、本当にすごくいいです。ゆうゆうさん、ユンデの手のひらにタコとかできますか？手のひら？できないです。手のひら。私は薬指のここに豆ができやすいです。ここは勝手にできるとして、ここは最近できやすいですね。NML さん、カーボンはカキンって野球のバットの音っぽい。竹弓をちゃんと弾けば、すごくいい音が出る。そうですね。なんか金属、野球の金属バットと木製バットの違いみたいな気がしますね。確かに、その表現いいですね。
野球の金属バットだったら、例えば芯を外したとしても勝手に飛んでくれるから。あ、その表現いいですね。なんか本当にちゃんと捉えてなくてもホームランになったりするし。あー、ではもう22時50分でいい時間になってきましたので、そろそろ YouTube ライブを終わろうかなと思います。かなり酔いも回ってきたので眠たくなってきてしまいました。ご飯もまだちゃんと食べてないので、視聴者もだいぶ減ってきたので、そろそろ終わりにしようかなと思います。今日は YouTube ライブ、バースデーライブを来ていただきましてありがとうございました。一時期40人ぐらいまで来ていただきまして、本当にありがとうございます。明日からまた、Mac が復活したので動画編集バンバンしていこうかなと思います。頑張ります。ただゴールデンウィークがどうなるかわかんないので、ぼちぼちと体に負担がかからない程度に動画作っていこうと思います。ありがとうございました。でまた次の動画で、ライブ配信もちょくちょくやっていくように努力しようと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。おやすみなさい。